YouTube をご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。本日はですね、11月5日、時刻は日本時間に夜の20時8時になろうとしております。今7時53分でございます。今日はですね、実はこの今映像に映っているカメラは、先日買ったばっかりの DJI の Osmo Action 5 Pro というカメラでして、でこいつがですね、ウェブカメラモードで接続した場合に、その配信ができなかったり、もしくは配信単体で配信する際に配信自体が全然途切れてもできないっていう問題があったんですけれども、ちょっと僕なりに今自分の機材組み合わせてみて、どんな映像で映るのか、もしくはまたどんな色合いになるのかっていうのを試すために、ちょっと平日の夜ではあるんですけども、まあ時間はどれになるか分かんないですけど、2時間ぐらいちょっと走ってみようかなと思っております。でこの後ニコニコ生放送の方で、放送枠を取って、皆さんと一緒に映像の違い、余裕があればOsmo Pocket 3も持ってきてますんで、ちょっとそっちに切り替えてみようかなと思ってます。で今映ってる映像はですね、いわゆる、ロックステディと言われる標準の手ブレ補正モードでして、の広角なんですけども、これを超広角の方に切り替えて、一番広い状態にできるかな、できるかな、ちょっと待ってくださいね。できますね、超広角。できました。超広角モードでまずやって、ちょっとブレはあるとは思うんですけども、まあ、とりあえず広い範囲を映せるのでやった後に、まあ、ちょっとずついじって、ベストの、手ブレ補正がいいあった方がいいのか、それともワイドで臨場感ある映像にした方がいいのかっていうのを試してみたいと思います。というわけで今から放送枠取りますので、もう少々お待ちください。54分なので、そうですね、放送枠今取っちゃうとあれだから、20時から放送にしますね。そうすれば、まあ、これで24時間取っとけば大丈夫でしょう。というわけで、じゃあちょっと今、タイトル総大使2024年11月5日 DJI Osmo Action 5 Pro テスト、初テストって書いてみましょうかね、タイトルに。初テスト、よし、予約する。はい、予約できました。今日はですね、オープニングとかもうすっ飛ばして、もういきなりやろうかなと思ってます。そうですね、あとこれ止めとかないと忘れてました。共有して X にポスト。はい、のみ。トラブルで話題のって書いてますね。そうですね、マイクの方も説明しますと、これは外付けマイクで、本体のマイクは使っておりません。本体のマイク自体も使えるんですけども、まあ、ミュートとかできないんで、だったら、まあ、とりあえずまず外部マイクを使って、でもし余裕があれば内蔵マイクの方にも切り替えてやってみたいと思います。56分です。あと4分ほどお待ちください。ここは YouTube の方だけの特典になりますね。なのでこのカメラ自体、このアクションカム自体は結構いろんな方がもう購入されて試しに使ってるんですけども、やっぱりうまく動かないっていう報告が多くて、その単体配信でアクションカム本体のみでやろうとしてもやっぱりうまくいかないっていう方が結構いらっしゃったみたいで、僕はちょっとアクションカム本体ではやらないんですけれども、とりあえずちょっと試しに、どんどん映像のね、色合いとかどんな風に映るのかがちょっと気になってたので、一応皆さんと一緒に見れたらいいなと思っている次第です。まあ、とりあえずね、こんな感じで行ってみましょうかね。じゃあ動いてますんで問題なさそうです。で、ね、僕のクロスオーバーのオープンチャットの方にもアドレス貼って試してみます。
ケー、これで大丈夫かな。あ、音量来てますね。オッケー、動きますね。まあ楽しみではありますよね、どんな感じで映るか。おはようございます、こんばんは、こんにちは、よろしく。平日の夜ではありますが、よろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。今コンビビューがエラー外れ、ログイン外れたんで、もう一度。よし、いけるかな。はい、いらっしゃい。1番さん取得中のまま、くるくる回ってます。ちょっと待ってくださいね、繋がらねえ。はい、いけた、いけました。はい、2番さんもいらっしゃい。ボンジュール、こんばんです、いらっしゃい。3番さんも4番さんも、そうっすね、います。どうも、明るい、明るいショラル7さんもいらっしゃい。茂丸さんもいらっしゃい。今日はね、この間ゲットしたばっかりのアクションカムで、いきなり飛ばすシーンから始まりますけど、こんな感じでアクションカムをハンドルにつけてやってます。ちょっと待ってね、坂一気に下っちゃうんで。これで今テストがてらやってみたんですけど、どうですかね、時速40キロぐらい、40ぐらいで、映像どうでしょうか、音もいい感じに。ちょっとここはね、コメントが見れないんで、降りてからにしますね。いらっしゃい。結構風強いです。うん、はい、ありがとうございます。結構出てます、速度。はい、よいしょ、段差も超えます。よいしょ、どんな感じでしょう、揺れ。ははは、超広角ですからね。あと僕が背中に荷物をあんま背負ってないんで、GoPro で使ってた配信みたいな感じです。ハンドルにカメラをつけられれば荷物が軽くなるんで飛ばせます。ありがとうございます。というわけで、いらっしゃいです、昔の配信画質、いらっしゃい、カツさん。これがオズモアクション5 Pro ですね。風配さん、広告ありがとうございます。うん、でブロースは GoPro のが、あ、まあ夜ですからね。夜は、違うんですよ。これね、手ブレ補正を今一番弱いのにしてるんですよ。強烈にすればブレなくなります。試しにちょっとテストなんで、全部で4種類あるんですね、手ブレ補正が。で、今、ロックステディの標準で超広角モードで、もうちょっと飛ばしてみ、飛ばすんじゃないや、行ってみていいですかね。一番強力にすればブレないですよ、全然。いや、どこにも行かないです。ちょっと試しに2時間ぐらい走ってみようと思って。で、映る範囲が広いので、まあ、これは、オズモポケット3ではできないんで、お疲れ様でした。はい、そうです。うん、カメラテストです。どうもどうも。ちょっとね、いろいろなとこ行ったりとかしたんで、はい。うん、とんでもないです、とんでもないです。で、今、走りながらだと、今、11月1日から自転車の、取り締まり厳しくなったんで、あんまり、まあ、さくら取り締まりないですけど、いろいろあるので、まあ無理せずにちゃんと止まってしっかりやりたいと思います。いらっしゃい。
で、今始まってなんと3分なんで、もう10分ぐらい経ったらちょっとモードを変えていろいろ試してみたいなと思って。まあそうです。あと揺れると画質は悪くなるので、ただ僕とはハンドルにカメラつけられると体が軽いので、首にないとすごい自由自在に動かせるのはありがたいです。ちょっと左行ってみようかな、暗いとこへ。うん、シェイクド、あとそうですね。うん。フリッカー起きてますか？まあ、50Hz でね、確かにね、画質があんま良くないですね。だってこれが映ってますからね。うん、結構揺れてました？いや、新しい DJI です。そうです。皆さんが、外配信会話の人が使えない、使えないって話題になってるやつです。で、まず手ブレ補正を今一番弱いやつにしてるんで、かなり揺れると思うんですけど、まあ、臨場感があるような感じにしたかったので、ちょっとやってみました。あと、サドルも買いました。サドルも、今流行りのショートサドルに。うん。あ、まあ、夜になるとね、仕方ないかもしれないですね。そうです。はい、USB カメラプロです。はい。うん。そうですね。僕の、もう、オズモポケストリーだと揺れ感が全然ないので、自転車乗っても、あんまり好きじゃないんですよ。ふわーって動くのが。これぐらいちょっとこう、ブレる方が臨場感があって好きなんで、酔わない程度にやってみました。で、この後にモードを変えます。モード全部で4種類あるので、全部試してみますね。いやー、雨降ってたじゃないですか。日月はちょっと、いろいろあっていけませんでした。ちょっとね、この時期忙しくていろいろ。まあ、それはさておき。じゃあ、とりあえず次にモードを1段階強くしてみますね。画角もね、選べます。よいしょ、おりますね。あ、これも強いですよ。そんなに手ブレ補正がいいの？じゃあ、手ブレ補正強くしますよ。はい、これが一番手ブレ補正強烈なやつです。画角狭くなりますけど、ブレなくなりますよ。ちょっと暗い方行きましょうか。よいしょ。こんな感じでかなりドスンいってもどうでしょう。これ今左右に振ってるんですけど、ホライゾンバランスって言って45度までは水平に保ってくれるモードなんですけど、うん、広いですね。こんな感じで僕は蛇行運転しても全然どうでしょうか。ちょっと左曲がってみますよ。段差越えてドッカーンとこう、うん、荒いですか、はい、葉っぱが乗っちゃった。あ、ぶれますか。何の音、葉っぱが。段差はまあしょうがないですね。自転車ハンドルにつけてるんでそれは結構強烈な揺れなんでしょうがないですよ。昼間じゃないし、明るいところで行きましょうか。暗いし。でもすごいですよ。昔の画質に比べたら相当良くなるんですよ。 GoPro Hero 8も持ってくればよかったな。比較できるから。あ、ヘイジさんありがとうございます。ありがとうございます。これ結構真っ暗ですからね。桜の行きま行きますよ。行きます。助言通り上に対して、あ、なるほど。お帰りなさい。そうですね。これどうですか？明るいとこ来ましたよ。よいしょ。はい。あ、かわいいゴリラちゃん。よいしょ。はい、ゴリラ。フリッカー出てますね。フリッカーね、設定がないんだよな。5万5000円っすね。あ、そうなんですか。へえ。普通じゃないですね。フリッカーはね、まあポケットスリーのは上ですね。そうですね。いや、お休みじゃないです。つい仕事です。ただちょっと買って試してみたかったんで、週末まで待てねえと思って。おぞぼくすに綺麗です。いや、ちょっと寒いです。今14度。うん。予算組んで。うん、バッテリーの持ちがいいですけどね。まあ USB でつなぐ分には関係ないですけどね、バッテリーは。はい。ただハンドル、いや、そんなことないです。ハンドルにつけると楽なんですよ。一括ですよ基本。うん、いやね、そんなやんないんですよ。
楽天ポイント と、楽天の僕楽天 の、 あのモバイル会員プラス楽天カードの会員なんで還元が5000円ぐらいあったんで大きかったです。あ、一応いつでもやめれるようにしてあります。うん、だから実質5万円ですね。5万円にさらにポイント貯めてた分を引いて4万4000円ぐらいで買えました。ちょっといろいろ暗いとこ行ってます。で、一応これが一番手ブロス強烈で水平モードを保つやつですね。右足左足、そうですね。ここ真っ暗です。今真っ暗レンズ買えねえよ5万円じゃレンズじゃ買えねえ。そうですね。ただあの背中にしょうがなくていいのと首につけなくていいんですごく楽です。めっちゃ楽です。昔はこれでやってたんですけど、okay、ただこれが今一番狭い画角なんでちょっと走りながらいじると本当良くないんですけど、広いモードにするとこんな風にこんな風になります。とりあえずこれでいくか。はい、はい、昔はガビガビでしたよ GoPro。 これでこれが今、ロックステディではなくロックステディプラスの超広角、ちょっと狭くなります。うん、音声も別で入れてるから問題なく聞こえてると思います。一応このつなぎ方だとマイク2じゃないです。あの本体マイクは使ってないです。本体マイクにも出せます。本体マイクやりますか。本体マイクにちょっと待ってね。ありません。今日はテストです。あ、赤ちょうちんある。本体マイクに切り替えますね。ちょっと待って、居酒屋楓。猫が好きな人に野菜が好きな人が来訪しました。いいね、飲んでいこう。もう見てな、今日寒いからな。日本酒熱かいいね、熱かいいね。ちょっとマイク切り替えますよ。あ、うん、あ音切り替わらなかった。なんかやっぱ不具合があるんですね。で出なかった音が。こっちは今これあのが外付けマイク。うん、 GoPro はもういいかな。夜が弱すぎるんで皆さんやっぱりアクションカム界隈の人はこっち行ってる人多いですね。インスタ 360S Pro 2とかも、うん、暗いですね。 S Pro 2もいいですけどあれも重たいのと、まあ、画質そこまで極端に変わらないんで、あと USB でつなぐの場合の前提だとちょっと不具合が、今発売停止中じゃなかったかな、販売停止か、一時的に。で夜全然違う。あ、今日持ってくればよかったな GoPro Hero 8。見比べたら一目瞭然ですよ。いくら古いモデルとはいえガビガビもいいとこで。はい、ウサピョン子供クリニック、やってましたねキャンペーン。ウサピョンピョンピョン、うん、だから GoPro で配信のために買うのはやめた方がいいです。動画撮りたいんだったら全然あのいいですけど、配信のために GoPro 買うのおすすめしないです今のご時世は。高いし。そうです。ただね、あのやっぱりソフトウェア周りのトラブルが結構続いてて、まともに配信できないって言ってる人結構多いんで、その辺はちょっと考えないと、まだちょっと買うのは早いかもしれないですね。はい、どうしても欲しくて急ぎで欲しいんだったらもう4買うしかないですね。うん、ただ画質は絶対トータルで見ればあのファームウェアのアップデートをしたりとか、これも今後あるはずなんで、うん、今後あるはずなんで、そしたらやっぱり5の方が絶対いいと思います。うん、急ぎじゃないんで我慢できるんだったらもうちょっと待った方がいいかも。評判で揃ってから。ただ値段は変わんないです。ソニーはね、あの開発部隊解散したってたんで望みは厳しいです。中の人の話いわく、ファーウェイとどこだったかな、どこに行っちゃったんだっけな、ファーウェイとどっかの方に行っちゃったって言ってましたよ開発者の人。アクションカムソニーの DJ だったかな、
ソニーの人に聞いたから間違いないです。みんな買わねえからよ。売れないから。しょうがないです。はい、いらっしゃい、こっちゃんさん。今日はアクションタイトル通り GoPro のテストしてます。アクション5プロ、GoPro。 まあそれもあると思います。お、マイクの人もいる。で、今これがロックステディプラスって言われるやや強めの、やや強めの手ブレ補正です。やや強め。さっきが、あ、やや強めじゃないか、普通、強めだね、やや強めじゃない、うん、しょうがない、しょうがない、うん、画角は、広角、狭くなるんですけど、揺れはだいぶ抑えられると思います。ただ明るいね、やっぱね、映像ちょろっと見た限り。よいしょ、ちょっと段差超えてみますね、多分またガビガビになるかもしれないけど。よいしょ。うん、ゆっくり走る分には全然、ただ僕も背中に荷物を背負わなくていい、この快適さは今入ってますけど、一応カメラ他にも、あ、とにかく舞茸の天ぷら、あと銀杏の塩、銀杏焼いて塩で食べた。あと何食べた、秋の味覚、お芋、それからかぼちゃ、かぼちゃの煮つけ。うん、ダメではないと思いますよ。うん、油きついですね。ダメじゃないんですけど、配信で使う分にはちょっときついかも。大丈夫です、はい、平気でございますよ。ちょっとこっち行きますよ。じゃあ暗いとこも、まあ、明るいとこも映像的にどうでしょう。いい感じ。フィルターはなしです。安いです。あの中毒大丈夫です。うん、まあそうですね、揺れないんで、僕も別に画面を見てるわけじゃないんで、うん、取り付ける位置にもよるし、頭とかにつけると結構、ただこの後にオズモポケット3つけるともっと画質いいですよ。うん、はい、ありがとうございます。いや、朝日は見に行かないです。あ、でもね、ほんと首にないから超快適です。首が凝らない。いや、でもね、これだとね、お祭りの時は結構不便なのよ。うん、ポケット3の上ですね、画質はどう考えても。ただ目的違うからしょうがないです。これはやっぱり自転車とか、ね、サーフィンとか、スケボーとか、そう、なんかアクションするのに向いてるんですもんね。手持ちでね、動画もいろいろ撮ってみたんですけど、ブレないですよ。すげえな。首、あの、結構凝りますよ、つけてると、ずーっと。まあ、GoPro とかでこれだ、こっちの方が軽いから首つけてもそんなに。それは難しいな。それはね、しょうがないですね。あ、あと暗いから振動はやっぱりなかなか、夜走らなかったら僕の配信の魅力が半減します。いや、半減どころか8割ぐらい、ちょっと暗いですよね。はい、はい、頑張ってないですよ。ありがとうございます。昼、あと昼間の映像ですね、どんな感じか。まあ、僕は夜のが好きなんでこういうのはいいですけど、暗闇ばっか走ってますけど。ソニーのね、 A300 みたいな、うん、まあ今日初テストだから、僕も後で見てみます。よし、ダイナミックレンジは結構広いはずですよ。いや、見せません。あー、昔のスマホ配信ね、闇属性です、昔から。はい、そうです。まあニコニコの画質だとね、特殊にはそうですね。ナオさんもいかがですか、オズモアクション5プロ。まだちょっと手、あの、モブリンも使えないですけど、モブリンも接続できないです。うん、闇は書いてそう。
これつべなら、YouTube に上げる方は画質はもうちょっといいと思いますよ。ただまあ、あのオズモポケット3とは比べちゃダメ。あっちの方が綺麗です、どう考えても。センサーサイズの差が大きすぎる、あまりにも。あとソフトウェアも向こうの方がよくできてます。あのこれミュートとかできないんですよ、音声周りをいじることできないんで。ただね、あの色合いに関しては見たままに近いのはこっちの色の方が綺麗な気がしますね。ちょっと好みがあるんで何とも言えないですけど、ちょっとね薄甘いんですよ、色が濃い発色ではないので。インスタ360の S プロ2はライカレンズつけてるんで、ライカ名の色がねちょっと濃いめなんですよ、発色が。好きな人はねあっちの色の方が映えるからいいっていう人はいるかもしれない。これはねどっちかっていうとね、サムスンとかのスマホの、あのカメラの写真の色みたいな感じ。うん、そうですね、人間の目はこっちの方が近いと僕は思いますね。好みは置いといて、そう好みの問題なんで。だからあの10ビットを D ログ M で撮って、あとでラット当てて自分好みの色に変えてあげれば、動画の人だったらそっちの方が多分綺麗になる。 GoPro っぽい色にすることもできるし、ライカのそのレンズみたいな赤みの強い感じにすることもできます。うん、原色っていうとちょっとあの誤解があるかもしれないです、誤解があるかもしれないですけど、まあ見たままに近い色ですね。地味な感じ、写実的というか派手な感じではないですね。見比べるともう一目瞭然です。あとちょっとシャープネスが強いんで弱めた方がいいかもしれない。ノイズ除去を強めにして、シャープネスを夜はちょっと緩めると、あのガビガビになりにくいと思います。明るいとこと暗いとこだと全然印象変わっちゃうから難しいんですけど、はい、いらっしゃい。ただまあ今のところトラブルも特に、まあカメラはただ変えただけだから何のトラブルがあるわけでもないんですけど、そうやり方次第ですね。それはねやっぱりあのこのフレームレートいじれないので、アクションカムの場合はどうしてもあの電子テーブル補正オンリーなんで、多分かなりドロップされてると思うんですよ、フレームレートが。見た感じ、50フレームで撮影してて、でそれがだいぶ撮られてる感はあります。うん、あれ電圧です電圧です。喋、ってんだからしょうがないでしょ結構僕普通に喋ってますからね、椅子に座ってる時ぐらいに、うん、そう最近取り締まりすごいですからね。でも警察はあの電動バイク取り締まれようと思いますけどね。ウーバーの配達とかで電動バイクはダメだろうね、電足じゃなくて。うん、キビキビと。チャイナリケンなのかな、なんかあのメイトとかあの辺のチャリっぽいですよ。うん、そうですよ、本気出さないですよ、もう寒いよ。あーやっべえな、あの車リアバンパーねえよ、リアバンパーない、リアナンバーない片方のテールランプで電気切れで、竹槍マフラーやばすぎるやばすぎる、あれ絶対あれ無保険か盗難車だ、あれ。あの車前も見たぞ、あれ。うん今ね信号が見えるから見てみ、あれで、ね、ああ行っちゃったか。うん、はい、いや、すいません、いらっしゃいっす。今のところね、あの OBS も動きましたよ。ただね、ノイズが出る、OBS チラ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 、チラつきがなんかソフトウェアの不具合っぽい気がします。音声は大丈夫でした。でも、すごいトラブルだらけかわいい、いらっしゃいっす、おずまかさん。代わりにやってたし、いらっしゃったでしょ、はい、早かったね、ほんとね。坂人くさん超早かった、びっくりした。さすがと思って。3メガです。3メガ BPS です。3メガの楽天とドコモのボンディングです。
なので途切れにくいとは思います。このカクつくのは単純にカメラの問題ですね。昼間でもやっぱりちょっとカクつく感ありますもん。100フレームにするとあんまないですけど、50フレームでやるとちょっと、あ、それはねマイクが僕の手作りマイクでございます。合ってないですよ。連絡もなし。特に、鳥の市行って、あ、楽しないっす。ポンデショコラ食べたかった。ポンデリングは食べたけど、そんな感じ。コメント見逃したらごめんなっちゃい。そう、トシンさんいらっしゃい。このカメラはね、自転車配信には向いてるんですけど、まだちょっと煮詰めが足らんですな。僕としてはその超広角で多少ブレてもいいから、ガタガタしてもいいから、こう広く映る方が差別化できていいかなとは思うんですけどね。お、止まってるよ。なんか見せできるんですね。きれいきれい。それは、センサーサイズが小さいのと、オズモポケット3より、それプラス、あとやっぱりノイズをね、どうしても出やすいんで、ちょっと変えましょうか。じゃあ、はい、これどうですかね。今シャープネスをちょっとマイナス1から標準にしました。で、画角広くしましょうか。ロックスティープラスから、あ、ごめんなさい、狭くしていい、あっと広くしていいですかね。よいしょ。はい、追いついてないのはあれかもね。こんな感じで広く映って、広く映って揺れなければ、映像綺麗なままだと思いますよ。こう振動、微振動が画質を落とすんで、よいしょ、こういうのね。ゆっくり走ればそんなことないと思います。あと僕の首につければ、そうそう、落とす。シャッタースピードはいじることができないです。おそらくですけど50分の1秒だと思います。50フレームでやってると思ってます。設定画面はないです、シャッタースピードとかの。ウェブカメラモードの際は細かい設定は、音声も何もいじれないです。ミュートもできないです。ハンドルにつけてるんで、今空気圧も高いし、この道が悪いと、多分ね、手で持ってたら違うと思う。そうそう、今ウェブカメラです。そうですね、熱で落ちるのもないですね。首につけてたらまた違うと思うんですけど、今日首につけるやつはこっちのアダプター持ってきてないんで。なるほど。でも飲酒運転捕まってましたね。ね、見せしめで変わりますね。そうですね、今度やってみます。クロスバイクのロードコンポを組んだやつです。よいしょよいしょ。アルテグラとで組んでます。よいしょ。 R8000 と6800の混成です。クランクが6800。よいしょ。手ブレ補正は今弱くしてるからですね。強にすれば違いますよ。結局強にすると画角が狭くなるんで、それをいつでもできるから、ちょっと試しにまずは一番ブレのひどい状態でやってみて、そこから9キロぐらいですね。アルミフレームなんで、ただ荷物積んでるから、今じゃあ画角狭くして、今これがロックステディの超広角で、一番強力なやつにしますね。はい、歪み補正プラス手ブレ補正、一番強力なホライズンバランスプラスってやつです。水平維持、明るい。ISO感度25600まで上げられるから、多分その辺もいじれば変わると思う。してないです。細かい設定をしてあげれば多分違うと思いますよ。ちょっと待ってね、そこ先でもう一回止まりますわ。かな
んですよ。です、で、2万5600まで ISO 感度上げるとガビガビになるんで、昔のカメラじゃ考えられないんですけど、露出をこれぐらいまでね落とせば多分かなり画質綺麗ですよ。暗いけど、は本体全く発熱なし、ウェブカメラなんで。これあごめんなさい、暗すぎだ、暗すぎ。あるある。これがね、オズモポケット3と同じ6400までにしました。こんな感じ。肉眼よりまだ明るいですけど、まあいつもの画質というか明るさです。うんですよね。これが自然ですね。強制的に画質上げると、画質じゃないや感度上げるとガビガビになるんで、なので設定をいろいろいじりながらテストして十分ですね。うん、明るすぎたんですよ前の夜が。これが一番今までと同じ感じ。うん、2万5600とか ISO 感度、写真じゃもうまず普通のカメラで使えないですからね。ガビガビですよ、2万 5600ISO 感度。僕の写真買った一眼 ISO 400ぐらいしか使えなかったですもん。今ね動画で2万5600とか使える、うん、ですね。だからこんな豆粒センサーでここまでやれるのは本当にすごいと思います。うん、17年ぐらい前の CCD カメラの時代、センサーが CCD だった頃、まだあるあるある、にあれはおそらく保証の問題プラス最初にアクティベーションのことですよね。それともあれですか、アプリの方ですか。アプリはアメリカの方で締め出し食らってるから Android のマーケットに出せないっていうのがあるみたいですけど、うん、増感現象はね、そうですよ。モノクロフィルムだったらね、ISO 感度上げてもいいんですけど、はい、トライ X でね、増感ですよ、モノクロフィルム、コダックの。イルフォードとか使ったりしてね、うん、あそれもそれでいいんですけどね、味があって。そうだから撮れないよりは撮れた方がいいってことで、多分その高感度も組み込んでると思うんですけど、まあその辺だから細かくちょっと明るいの映してみましょうか。こんな感じで、うん、綺麗でしょこれで。こんな感じ、明るいとこだと綺麗ですよ、すごい。ちゃんと明暗も、そうそうそう、ダイナミックレンジもかなり広くて12ストップだったかな。定価5万5000円の、僕買った時は4500円引いて5万ぐらい、うん、いや上限は2万5600です。普通に使うには十分です。ただ問題はソフトウェアがちょっとまだ問題があるので、他の人が僕と同じようにこうやって配信しようとすると多分できないです。うん、できないです。これちょっと特別なつなぎ方してるんで、他の人がじゃ あの買ってすぐつないでみようと思ったら配信できないです。ロボさんがめっちゃ苦労してた、この間配信でプチプチになったりとか、つながんなかったりとか、うん、あと音が出ないとか、うん、そうですね、あとでそれもご説明します、どういうつなぎ方をしてこれでやってるか。手ブロセはついてますよ。ああ、そっか。今これ一番強力なにしてるから、オフにしてみましょうか。試しに手ブレ補正を。今ね、自転車うるさいからね、止まらないと怒られちゃうので止まります。じゃあ今、手ブレ補正を切ります。切るとどんな映像になるか。標準の歪みなんで、標準。はい。同じにしますね。はい。いらっしゃいませ、田村さん。これ手ブレ補正切りました。手ブレ補正を切ったのでブレますけど、 FPS は多分だいぶマシになると思います。はい、昔のね、ウェブカメラの時代の自転車配信ですよ。うんうんうん、よいしょ。そうそう、フレームレートがドロップされないんで、はい、
ハハ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 僕の場合はこれ今 HDMI キャプチャーで入力してるからそのトラブルがだいぶ少ないんですけど、うん、あ、歌丸さんありがとうございます。確かに。でね、今ね、まだ手ブレ補正切ってます。これオフです。オフの状態。結構あの昔ながらのこの揺れ方、ドドンドドンっていうこんな感じで、もうちょっとあの信号行ったとこまで行きますね。はい、こんばんは、いらっしゃいです。すいません、ちょっとコメントをあの今ね、警察厳しい、見ると怒られちゃうんで、はい、音だけでちょっと読み飛ばしちゃうのあるかもしれないですけど、聞き逃した。あ、落ちた。よいしょよいしょよいしょ。なんでこれが取れる。よいしょ、ちょっと待ってね、金具キーホルダーが落ちました。よいしょ、ポケット入れておきます。こっちかな、こっちかな。うん、これキーホルダーポケット入れておきます。カラビナにぶら下げてたんで。よいしょ、よっけ。警察によって言われるかも。ダメじゃん、ライトはね、ハルーメンですね。今は200ルーメンで運用してエンフィトニクスっていうメーカーのナビ800っていうやつを使ってます。見えるかな、ナビ800。でこれ上が防言になってるんで、なしなし、気をつけてない。防言になってて下しか照らさないんで、で吊り下げ式とあの両方対応してます。こっちでもつけてもいいし、こっちでも。そうですよね。でこれ外してひっくり返すと、こっちにつけると、そう、スマホからこういうふうに、あのスマホ別体です。これボスイボスイ防滴かな。水の中ドボンはさすがにダメだと思うけど、うん、中間のやつ2800か3500だったはず。ちょっとごめんなさい、容量は忘れた。ただ結構持ちますよ、電池。暗い状態だったらかなり。スマホはこっち、コメビュー。これで聞いてる。コメビュー。これ、あの、オズモアクション5なんで。なるほど。リチウムイオンですね。コメビュー用の、あの、スマホがあるわけで。それでコメント、音を聞いてます。でマイクは外部マイクちょっとこもってますけど、風切り音がほとんど聞こえないんで、それもあってちょっとあっち行ったらぐるっと回って戻りますね。あんまり行くと遅くなっちゃうから、とりあえず、まあ、今手ブレス切ってるんですけど、手ブレスじゃあオンにしますね。オンに、よいしょ。結構ねブレるからね。はい、これが一番強烈な。画角も狭くなっちゃうんですけど、広い方がいいかな。あ、ダメか。多分ハンドルにつけるなら、昼間だったらあの広くちょっと揺れててもそんなに気持ち悪くならないんですけど、やっぱり揺れると気持ち悪いならこれでいけばいいんじゃないかなと。ああ、なるほど、和風はその辺うまくやってるんですね。今もうサイコンもね、いろんなメーカー性能すごい上がってますもんね。うっ、あとは出すスピードによるかな。飛ばす人だったらやっぱり手ブレ伏せ一番強力にして、ほんでやる方が。なるほど、マウント完全固定か。なるほどな。まあこんな感じですね。そうですね、微振動にかなり厳しい状況ですね。暗いところはどうしてもね、まあ、ネックマウントにしてあげれば多分その辺の問題は解決するとは思うんですけど、
まあ、今日ちょっと このカメラ用のネックマウント あのアダプター持ってきてちょっと首につけられないんですけど、うん、まあそこも難しいですね。現場のおまわりさんの判断によるんで、しかもそのイヤホンも音楽を聴いているためなのかハンズフリーマイクのためなのか分かんないですもんね。これ VV です。ビアンキのカメレオンテ4ってやつ、カメレオンテ4、片身、いや、あとね、県による条例があるから、確か神奈川県はダメだった気がするな、片耳でも。埼玉とかは OK だった気がする。ごめんなさい。神奈川厳しいっすね。ですよね。うん、頑張ってます。そうですね。ただその判断が警察官の人ができるのかっていうのもね、難しいですよね。これ今坂下ってます。画質、カメラ違います。これオズモアクション5です。まあアクションカムなんでしょうがないですよ、そこは。帰りはあっちでオズモポケットでやりましょうか。多分全然違うんで画質わーってわーっていう、うん、そうですね、条例がありますからね、そこに。うん、そうなんですよ。うん、だそうですね、ネックスピーカーあると便利です。僕もショルダーにつけて、うん、違います。ただ画質が悪くても僕の首がフリーなのでとっても楽です。めちゃめちゃね、快適です。あ、なんか久しぶりに首周り楽だなっていう。あー、確かにね、無線のイヤホンのイヤホンつけてて、それがトランシーバーっていうか、無線聞くためにつけてるのか音楽聞くためにつけてるか分かんないですもんね、それはね。あと補聴器っていう可能性もいかないです。そう、骨伝導ならいいんじゃないですか。ただあれ聞こえんのかな、ちゃんと。昔骨伝導買ったことあるんですけど、あんまり聞こえが良くなかった覚えが。あ、聞こえますか。ありがとうございます。さすが初見さん、使ってらっしゃる。ねえ、なるほどね。うん、でこれちょっとね、音こもってるな、マイクのせいです。あると思います。え？よいしょ。とりあえずこれ水平維持プラス、手ブレ補正、一番強いやつです。歪み補正もしてます。ちょっとね、昼間の画質を見てみたいですね。そうですよね、ずれると音がね、骨に振動伝わらないと。あのガンツスーツみたいな、なんか両顎になんか丸っこいのくっつけるみたいなやつがあればすごい聞こえそうですけど。いや、一回家帰ってますよ。荷物置いて、あのアクションカーも通ってすぐ出てきました。あ、まだ食べてない。声最初で元気なかったんですけど、走り出したら元気出てきた。うん、あとね、マイクは外部マイク、
僕の手作りマイクです。オズマアクションの方はマイク入力今入れてないです。喉は、オートマイクで見えない文字が合ってる。いや、あんなことないですよ。こっちから行こうか。咽頭か、ごめんなさい。文字が潰れて見えねえ。でも間違いないよね、それでもね。お、咽頭か。咽頭がんの咽頭だね。うん、僕ね、言い訳がましくて本当に申し訳ないですけど、ね、文字ちっちゃくしてるんで、あ、間違えた道。あ、間違えた。これいけないや。いけないいけない。こっちだ。ショートカット。ドン。ドドン。うん、老眼じゃないアピールだけ。微振動でね、文字がブレる。ちっちゃいのよ文字、ほら。文字ちっちゃいのよ。いっぱい見える方がいいなと思って文字。よいしょ。多分ね、この何暗さで6400でこれだから、東京とか大阪とかだったら多分かなり綺麗に行けるんじゃない？うん、そうですね。電波悪いとこだとブロックノイズが、まあ、止まらないだけまだいいかな。うん、あー、確かに確かに。大丈夫、今メガネとかハズキルーペあるから大丈夫。うん、行かないです、初台。あのマンションで許して。さくらの自由が丘ことユーカリが丘のマンションで。まだ8時台だから店やってるし。ユーカリが丘舐めちゃいけないですよ、ちゃんとメルセデスベンツとかありますからね。メルセデス、メルセデスベンツ。なので僕的にはまあ画質悪くなっても感度上がって明るく映る方がいいかなとは思いますね。差別化図るためにも。ゲレンデバーゲン止まってますよ。あります、あります。ぜひすみさんいらっしゃった時はユーカリが丘も高級マンションがあります。正面に広がってる高層マンションと都会が左、あ、暗いか、ちょっと明るくしてみましょうか。ね、明るくしたいですよね。はい、画質落ちますけどめっちゃ明るくなります。これ ISO 25600まで上げました、上限を。多分昼間使うためにはね、こっちの方が楽だと思うんですよ、自転車配信は。夜はやっぱりオズモポケットの方がいいですね。ただラフに扱えるメリットはありますよね。これスタバ、おしゃれなスタバ。いっぱい人いる。バーガーキング。そうです。今日ね、買ったばっかりのカメラ試してます。この間買った。連休中に買いましたカメラ。届いたんで、ちょっと早速。そうです。あ、びっくりドンキーできてる。昔橋健さんもここ来てましたね。でも早いっすね、大相撲ポケット3買ってもう1年ですよ、来月で。あ、モノレール来た。モノレール3両編成です。いらっしゃい。そうですよ、未来都市ですから。さくらの自由が丘ですから、ゆかりが丘。
まあこれからはね、ちょっと都内とかも走るときは神経使ってしっかりあのお前さんに職質食らわないようにしないと危ないかもしれません。なんかでも冷房ついたらしいですよ今年。どうも。ねえ、してますよね。そうなんですよ。最初はね、もう飲酒運転も捕まってましたよね、自転車の。なるほど。飲酒運転、自転車の飲酒運転。アイス、あ、カスタードのアイスか。いやー、なんかアイス寒くない？食べれるけど、ジュースの方がいいな。ここあれあるんですよ、アイジュース。ボアさんも買ってたアイジュース。ねえ。ねえ、800万あったら何使うか。そうですね。あの大阪のお店の夜もアイスっていうお店があります。まあすぐなんで行きますけどね。行きますか、じゃあ。アイス食べに、アイス食べに。寒いけど帰ろうと思ったのにもう。そうですね、ノイズリダクションがかなり強めに効くんで立体感、解像感は減ります、ガクッと。うん、行かないです、行かないです。カスタードです。2つ隣駅。うん、あの写真と一緒っすね、そこは。トレードオフですね、そこは。一眼とかの映像だとめちゃくちゃ綺麗になるのは、センサーがでかい分光が取り込めるんで、たくさん、それが大きいんですよね。ただ肉眼で見るより圧倒的に、ちょっと僕も画面見ていいですか。うん、かなり明るいですよこの映像。なんか東京の映像を見てるみたいだもんこれ、明るさで。ただなんていうの、この空見ると分かるんですけど、こんなに空明るくないんで、うん、東京の景色みたい。こんなね、あの光が少ないところで。はい、木場さん、ありがとうございます。そうなんですよ。うん、霊園っぽい。今ちょっとカメラ上向けてます。フィルターとかそういうのは一切何もつけてないです。もう本当に素の、あのアクションファイアプロのみで。ああ、この辺のね、もう緑があってね。左側はスイミングスクールじゃなくてプールがあります。温泉プール、温水プール。うん、温水プール。よいしょ。ヤママン株式会社が開発したこのユーカリ川区はもう本当におしゃれな街ですよ。音のこもりはね、マイク変えれば変わると思います。内蔵マイクの方に、本体内蔵マイクに変えようと思ったら切り替わなかった。もう一回やってみっか。これを右かな。ちょうど今イルミネーションがもう始まってるんですよね、駅前のとこ。はい、こんばんは。今ちょっとね、あの新機材テストしてます。よいしょ、よいしょ。あ、どんどんカメラがカメラがどんどん上向きに。よいしょ。はい、
松田のお店でございます。結構だからアクションカム単体でもまあちゃんと配信できるなれば、あの結構便利だと思います。気軽に配信できるんで、超広角をどういう場面で使うかってなった時に、まあ見晴らしのいい場所とか、その自転車とかのちょっと臨場感を出したい時とかに使うと便利かもしれないですね。いらっしゃい、リクさん。いや、休みじゃないんですよ。ちょっとあのこれカメラ買って週末まで、あの試せなかったのでやってます。初お披露目ですね。センサー大きい。僕が知る限りで3人目かな知る限りですけど、まあ、正直徒歩だったらオズモポケットの方が絶対いいですよ。自転車だったらこっちの方が。そうですよ、新しいおもちゃを手に入れてわーいわーいって言ってガチッとガチッとわーいって言って48歳児がシャファシャイ出るわけですよ。そしてガジェットが好きな人たちが、おなんか面白そうなタイトルじゃねえかと思ってくるわけですよ。あと道がいいとこだとそんなにぶれないかな。どうですかね、道がいいとこだとあんまり。ちょっとこれ下りですね、飛ばしてみます。いや変わんない、録画もしてるから変わんないですよ。ちょっと待ってね、コメント見えないんで。おー、ナンバー86だった。いいっすねよいしょ。よいしょ。おはよう。はい、おはやです。いらっしゃい。なんで新しい機材のテスト画質の悪いに来るんだ。面シップで積もってて。何なんですか？画面中3秒らしいです。そう、MF ゴースト。画質に関しては録画してるんで、それはあんま気にしてないですね。生放送の画質は3メガなんでそんなに変わんない。あと面シップ入れてもそんなにいないですからね。面シップ限定でやるほどゾックンみたいなあんな何十人もいるわけじゃないんで、80人とか90人とか。そう、そんな羨ましいか橋健さんのところとかと比べちゃダメですからね、うち。よいしょ。あ、本当ですか86。あー、シズの OK どうなんだろう。あ、見てます。なので皆さんのおかげで、このクリショーとかのおかげで新しいカメラ買えるわけですよ、年に一度。いらっしゃい、クルーズさん。ちょっとあの DJI のオズモアクション5 Pro っていう9月に発売になったアクションカムを今週手に入れたんで、ちょっと今初披露でございます。本当だ。はい。加納兄弟、白い黒子さん、木村楓さんはもういないんですか。はい。これでも画質悪い言われてましたよ。ダメらしいです。クロスマイクです。クロスマイクっす。マジで？はい。ダメですね、バージョンアップしても使えないですね。そう、便利ですよ。よいしょ。多分ね、相性がねあるんだと思うんだよな。マジで。はい、おやすみなさい。またね、クルスさん、いってらっしゃい。
マジでごめん、ゴミ運輸船そうか、まあニコ生ね、いろんな人見てますから。X のまとめが結構なんか流れてくるんですけど、もう今のニコニコのあの上位陣はコラボ配信がほぼですもんね。誰とかと一緒にやるとかね、ずいぶん変わりましたね昔と比べて昔はそんな放送全然なかったのに、やっぱりスマホ配信できるようになってから幅が広がったっていうのが大きいのかも。あとね、一人だとね飽きられてるっていうのもあると思いますよ。もう結局自転車ってそうじゃないですか。僕もまあ機材新しく入れてるからまだ新鮮味はあるかもしれないけど、10分ぐらいかないや30分ぐらいかな、機材新しくても30分ぐらいで飽きられちゃいますね。いやいや、外配信は基本的に一人でもやれると思いますよ、ある程度は。ただそのよく指摘されますけど、いつも同じ日同じ時間同じ場所をやってるとやっぱ飽きられちゃいますよ。いろんなとこ行く人の方が、うん、しょうがないですねそこはね。僕は別にコラボ全然いいんですけど、あのそういう人たちのね、ただ話がねやっぱ分かんないと面白くないですよね。ニコ生に僕はあんまり求めてないんで、そういうのを、飽きちゃいますよね。まあほら、会話を楽しみたい人と、なんかそういうハプニングやトラブルを楽しみたい人とかでも多分目的によって変わってくると思うんで、単純にねあのコメント打って楽しみたい人もいらっしゃるでしょうし、楽しみ方は人それぞれ千差万別だから、機材を知りたい人もいらっしゃるでしょうし、でもねやっぱそれでもね前に比べたらねコメント減ってますよ全体的に。あの全放送、珍獣見たい人ね、動物園の減ってますよコメント、だって自転車配信で検索かけてもやってる人増えましたけど、コメント量は総量は減ってる減ってる、それもありますね。話題もあるのもそれをよく言われる。あのマニアックな話すぎるとついていける人は面白いけど、ついていけない人は全く面白くないっていう、そういう人もいると思う。その話したい人ね、石川さんが冷静に分析してた、ニコおじたちは話好き、話したい人多いからコメント量がすごいっていう。キャスの人たちはドライだから全然コメントとかはしないっていう、見てるだけの人が多いっていう、あのなんて言うんだろう、とかそうだねぐらいしか書かないみたいな相槌的なコメント、確かに長文が多いのはニコニコだもんな、あ、そうそう、なるほどと書くのがキャスが多いっていう、確かにねとか相槌、ああなるほどと思ってあとはあのニコ生の方が DV コメントが多いっていうのも書いてあった、そうなのって悪口言いたい、まあそういうのもありますね。まあ厳しくなったから多分これからはバン対象になってくんじゃないですか、厳しくなったっていうか、まあ他のサイトに合わせて標準化したっていうとも取れますけど、あ、もうアイスクリームさんすぐです、あと 300m ぐらい。何食べる、スキッパラにアイスはな、何しよっかな、よいしょ、そこです、このあとね、あと 150m ぐらいね。最近ね、もうでも冬が近いからもうアイスいいかなっていう、いやしないです、はい、カツオです、行きまい、あれはね、まあどこまで本当のことを言ってるかはわからないですけど、そのなんだろう、人の対応っていうのかな、人と人の対応をそのうまくできない人がいきなり有名になってしまうと、
応対しきれなくなってしまう、キャパオーバーしちゃうっていうのはあると思いますよ。汗をかけ、いっぱい運動しろ、違います？いきなりね、急成長したじゃないですか、ドーンって。そのせいで徐々に本来は慣れていかなきゃいけないものを何段も飛ばして登っちゃったもんだから、階段、飽和しちゃったっていうのは絶対あると思う。ニコニコでやった時にもう5倍とか6倍ぐらい増えてる。あ、ダメ響く。はあると思いますよ。もともとその本人の持ってるものは面白いものだったんだけど、多分そのタイミングよくニコニコがダウンして、ニコニコのサイトがダウンして、プラスキャスの人たち の新鮮味があったのがハマったんだと思うんですよ、ボーンって。だから時間かけて伸びていけばそんなことなかったんでしょうけど、いきなりね、パワーレベリングじゃないけど、レベル5からいきなりレベル50ぐらいまで上がっちゃうと力に振り回されちゃうっていうのはあると思う。そうですそうです、こっちとらこっちとら11年やっとんじゃい。過疎は過疎なりにはい、見えてきました、アイスクリーム屋さん。これ閉まってたら笑ってくれ。なんか電気ついてない気がするんだよな、やってっかな。よいしょ、あいつ来た、あの赤信号のところ来たな。ちょっと帰り活動台見ていきましょうか。カレー屋さんがね、北口にある、南口にあるって聞いて行ってなかったんで、カレー屋さん気になるんだよな。電気ついてるか。ついてる。よいしょ。ついてた。お疲れ様です。流行ってますよね。いらっしゃい、くすけさん。今、もうすぐです。やってる。いつ休みなんだろう。いつ休みなんだろうね。でね、ちょっと食べながらお話ししますけど、このアクションカムの欠点もいくつかあって、多分ね、まだね、情報が出揃ってないっていうのもあると思うんですよ、あんまり。コネクターのカバーがね、カタカタ揺れるんですよ。それもね、外せるらしいんですけど、外すと今度雨降ったら怖いんで、多分ウランジとかあたりでアダプター出てるとは思うんですけど、前回は芋でしたね。あ、今日なんか空いてるな。よし。いちご、あ、そうですね。今日いちごソフトにしましょうか。はい、いちごソフトで。鍵をかけます。寒いし。だって芋食べたかったんだもん。芋。いや、さすがにそれは。ちょっと待ってね。バッテリー。いちごで。宣伝です。20% か。よしよし。機材説明しましょう。まず先に。こんな感じで今日やってます。こういう感じ。これモバイルバッテリー1個で、この爆弾みたいなのがあって、これが HDMI キャプチャーで、今音量ゲージがここに出てます。で、今 GoPro のじゃないや、アクションカムの方のマイクはオフにしてるんですけど、これこっちオンにすると、あ、来るかな、音来ない、音来てないか、音来ないよね、ダブってないですもんね、ちょっと反応ない。これ音で入るはずなんですけど、こんな風に今喋ってると音量ゲージが、マイクここつないでる。で HDMI キャプチャーで、入れてます。でこれがスマホにつながってます。でこのバッテリーが、このアクションカムの映像を USB 接続を HDMI に変換するアダプターを真ん中に挟んでて、なので僕のやつは USB で出力してるんですけど、HDMI に変換されてます。だから HDMI キャプチャーが使えるっていう。でこのつなぎ方だと、充電しながら HDMI キャプチャーに電気を給電して、なおかつスマホに充電もできるっていう優れもののあれなんですよ。これで今配信してます。はい。だからこれをアクションカム本体をスマホにつなげればいいじゃんって言うんですけど、スマホ本体につなぐと音が入らないっていうバグが。コメント読み上げはこれ。
これコメント、はい、喋ってみ、ここコメント、コメント書くとコメント、ほらコメント聞こえでしょ、これからコメントの音拾ってる、ほらにゃーって、これでそれにしては遅延が少ないですね、うん、エアーさんイケメン、イケメンじゃないよ、うん、養老ボックスも HDMI キャプチャーっていうのはあの HDMI の映像を入れるための機械です。ここからパソコンとかにつないで、例えばプレイステーション5とか任天堂なんだね、スイッチとかのゲーム画面の映像をパソコンとかスマホに入れたいときは HDMI キャプチャーと呼ばれるこれが必要。昔の人だったらビデオコンポジットって言われるやつと同じです。パソコンだったら RGB 端子とか、うん、ありがとうございます、うん、RGB 端子、ビデオコンポジットってあの黄色、白、赤の3本のケーブル挿したでしょ、テレビに。もっと古いファミコン時代だとあの UHF のアンテナに挿す、あれが進化したのが HDMI です。今みんな HDMI、うん、そう知ってでしょ、みんなビデオ端子あったでしょ、ビデオ端子が進化したのが今 HDMI です。最新の、 あの映像入力の機械は HDMI、 昔はビデオ端子はい、ビデオデッキとかについてたやつ、 S 端子とか、あれです。なんで今の方が規格が統一されたんで楽です。うん、いえとんでもないです。なんでこのつなぎ方をしてあげるのはちょっと特殊なやり方なんで、これはまあ万人におすすめはできないんですけど、まあ、この要するにこのカメラのファームが上がればもっと楽になるんですよ。そうですね、 HDMI ってデジタル化したんでかなりそこら辺は良くなったと思います。で、今ちょっとカバンにしまいます。今日 の, 決定あの失敗した点、もう一つはね、あの USB のケーブル短くてリュックサックにこの機材が入れられないっていうね、なのでカバンに入れる。はい、じゃあ行きますよ皆さん。入りました。で、よいしょ、外れました。こんな感じでスマホにここにコメントビューがついて、これモバイルバッテリーがハンドルについてます。でライト2つに、ここにガーミンついてるんですけど今ちょっと外してます。じゃあ中に入ります。はい、あ、今日男の人だ。いちごソフトね、今日はいちごソフト。こんな感じでいろいろあるんですけど、チョコレートクランチとかキャラメルナッツとかチョコミントとか、まあでもいちごソフトにしましょうね、うん、いやミックスはないですね。まあトッピングできますけど、ちょっとトッピングするほど食べたくない。チョコバナナとか美味しそうですけどね。個人的にはちょっとチョコバナナ、キャラメルバナナがいいなと思ったけど、まあでも一応ソースにしましょうか。うん、ぜひぜひ。これ大阪の店らしいですね。時間が、あ、ちょっとね、映っちゃうね。はい、じゃあ。はい、いちごソフト一つください。はい。以上でよろしいでしょうか。はい。550円になります。はい。はい、お願いします。au Pay で。au Pay。はい。はい。au Pay。はい。いちごで。
はい、戻りました。すいません、 YouTube にあのバンされるんで、音楽が J-POP は、うん、バンされるんで切りました。はい、いちごです。はい、今夜もアイスです。ちょっと待ってね、今あのカメラ置くんで。はい、してないです。男の人よ今日は。あのお兄さんだった。イケメンの若いお兄さん。うん、こんな感じ。結構量ありますよ。はい、ちょっと低いっすね今日の配信台は。うん、違います。はい、あ、はい、ここかっこいいですね。うん、かけますよ。うん、600円、あ、550円。うん、結構変。うん、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 いただきます。溶けちゃう、溶けちゃう、すげえ、いっぱいモリモリにサービスしてくれた。うん、やばいやばいやばい、めっちゃサービスしてくれて、暑くない、寒いの。うん、うん、めっちゃサービスしてくれて、もりもりにいっぱい入れてくれた。寒っ。でも美味しい。うん、寒いです。うん、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 これね、大阪の店らしいですよ。うん、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 ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ありがとうございます。いただきます。めっちゃ。うん。600円でもすごい量ですよ。あの、ガストのアイスクリームの2倍ぐらいある。今日2時間で終わらせるつもりだったのに来ちゃった、ここまで。寒い、寒い。いちご好きにはたまらない。うん、めっちゃうまい。よく見るとでかいな。うん、車で来る方がいいと思います。音楽が好きな一人が来訪しました。明日休みですか？休みじゃないです。でも来ちゃった。今日すぐ戻るつもりだったんですよ。普段からの自転車運動で基礎体力がきがき、想定がないお得なスマスイカイですが、7名様が来訪しました。 AUPay です。はい、今日はポンタの日でポイントが5のつく日は4名コースだよ。うん、ね、4時間コースだよ。もう書いてるね、食べたら。550円でこれはすごい。場所柄もあるけど、うん、皆さんだったら多分 D 払いとかメルペイとか、あとセッシカロリー消費するミッションスタート。うん、昼間の映像を試したいですね。参加いいね、90ポイントを送りました。音楽が好きな1人が来訪しました。いただきます。皆さんのおかげでアクション感も変えまして、
でもあの普通に撮影で GoPro 今ヒーロー8ももう古くなったからいいかも。ありがとうございます。ポイさん。うん。ポイさんもありがとうございます。美味しいです。あとはやり方としては、音声がウェブカメラの方から入んないんだったら有線マイクでスマホの方から出す時もあります。うん。ニコさんありがとうございます。まだね半分ぐらいある。ありがとうございます。いただきます。寒いです。うん。なると思います。ヒーロー8がダメなわけじゃないですけどね、使いどころ動画だからちゃんと昼間撮ってれば全然今でも使える。夜とかだと低照度の環境だとこっちの方がいい、絶対こっちの方がいい。時代が違うもん。この音配信界隈の機材の5年の間の進化のスピードがすごい。12度とかそんなもんだと思う。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。ピーピー鳴りますよね。寒いですよ。36度です。オズマハチをテストして、なぜかアイスクリームを食べてます。うん、ね、今見るもんない人が来るんだね、テストしてるから。すいませんね、テストして食べてて。フィルターはね、レンズフィルターは前使ったソニーの A300 のやつを流用しようかなと思ってます。まだちょっとアダプター買ってないからあれだけど、多分そこにステップアップリング800円ぐらいつければ取り付けられると思うんで、それをね今考えてます。うん、クギさんとかなら分かると思うんですけど、 52mm のニコンとかで使うのフィルター使える。ニコンレンズ多いですよね、52mm。 49mm だと、ね、多分蹴られちゃう。うん、うん、うん、うん。健康の ND フィルターと丸みのスターフィルターあるから、それ使えば流用できる。ね、52ですもんね、フィルターっていっぱいある。うん、食べちゃった。観測ちょっと捨ててきます。寒い、めっちゃ寒い。わあ、美味しかったよ。でもすごい美味しかったっすよ。ちょっと待ってね、今ケーブルを、まあ、家で今度ちょっと機材の説明もして、しっかり次にできる人のための動画作っとかないとね。今はねここしかないみたい。うん、あ、なんでこれ
H1 キャプチャーなんですけど2個入力できるんですよ。でもう1個カメラの映像、例えば GoPro とかアクションカーも映像入れるんで比較できるんで、今度やりますよ GoPro Hero 8つなげて。うん、そうそう。でやっとあの充電がなぜか減っていく現象も意外に見た目よりは軽いです。パソコンよりは楽。頭にますね。やんねえよ電池がどんどん減っていく現象がトラブル解決したんで今大丈夫。満充電ちゃんと。ほんとそれが良かった。USB の PD になってなかったっていうね。バッテリーチェッカーで測ったら全然電圧が違ったっていうね。で今何探してるかというと、ガーミンどこやったって思って、ちょっと待ってね、今しまうんで。よいしょ。よし、帰ろう帰ろう。だね。え、店の中じゃないです。カバンに多分入れたと思う。ちょっと待ってね。これ裏返っちゃったよ。ここかな。老眼はねどうしようもないですよね。僕はまだ今のとこ平気っぽいですけど、でもだいぶ目悪くなってきてるから、どっちにしろメガネ作んないと。入ろうとしてる。もちろん見ないよ見るわけないでしょ。あれ、あったあった、ありました、ありました。ガーミン、すげえ。ポケット入れたら気温が超上がってる。マジで。老眼プロマックス買うしかない。レイさんみたいに。おおおお、人による。老眼は目のいい人ほど早く感じる人もいます。僕はローガン、それレーガン、そう、テストです。年齢によって違うし、早い人と20代後半とかで老眼っぽい現象が出る人いる。目がいい人は特にで、目悪いと老眼始まっても気づかなかったりとか。僕なんかもそうなんですけど、全然そうそう、僕も全然見える。スマホ老眼もある。そうで、でガミだとスマホ洗いらない、確かにそうなんですけど、やっぱりね別の方がね、バッテリーの持ちと、あとね熱暴走しないっていうメリットがあるの。やっぱりね、スマホだと夏場とかだと画面が暗くなって見えなくなります。一番でかいのはね、サングラスをしてるとスマホ画面全く見えない。試すと分かるんですけど、スマホのサングラスした状態でスマホ見ると何にも見えない。炎天下の中だと真っ黒だけど、ちゃんとこいつだとサングラスしても炎天下の中ではっきり文字見えます。でやっぱり自転車の時ってね、サングラスは絶対必要なんで、夏場とかは40度とか45度の中で走ると画面が見えなくて、しかも電池充電マックスでしか見えないですよ。僕いつも言ってるじゃないですか、配信中に米瓶が見えない見えないって。米瓶がね全く見えないですよ、画面が真っ黒になっちゃって。でメッシュさんっていうこの米瓶の開発者の人にお願いして、画面これ背景黒なんですよ、こういう風に。でこれで米瓶見ると全く文字が見えないから、オプションでこのダークモードを解除しているモードをつけてもらいました。これ切るとこうなる、白くなるから見やすくなるんですよ。偏光グラスだと同じですね、結局見づらいんで。でこれにすると見える、白くすると見えるんで、つけてもらいましたモードを、白黒反転モードを。デフォルトはこれ、デフォルト黒、夜は黒の方がいい、お願いしてつけてもらった米ビューに。
そうですよね、液晶の方式で結構変わるんで、 UKL とかだったらまたちょっと違うのかもしれないですね。じゃあ行こう。はい、ごちそうさまでした、ありがとうございます皆さん、うん、よいしょ、ちょっと待ってね、ライトをピッとピッと、よいしょ、OK、はいはい、うん、ムラが出ますからね、色に、うん、という感じで、まあ、こんな風にやると、このカメラでも、まあ、配信が楽にできるよと。そうですね、仕事しやすね、グラさんはちゃんと。正直でもちょっとしか乗らないんだったらスマホでもいいと思いますよ。ロードバイクとか結構がっつり走る人だったら専用サイコンあった方が絶対いいけど、うん、データとか取んないんだったら別にスマホでも、スマホのアプリでも全然、うん、高いしな。あと軽電数動いてない、よいしょ、そうですね、うん、有線のサイコンとかもいいですね、電波の影響受けないし、昼間やって夜はっていうのもできますよ。切り替えるのは別に全然大変じゃないんで、今だってすぐできますよ、やろうと思えば。やります？そろそろもう少し行ったら。うわ寒い、マジで寒い、うわうひょこ、ちょっとじゃあ春日駅前行きますよ、春日駅前、うわ、これ右行ったら駅です、これ駅、京成、京成ジャンプ、京成、京成、うわこれ形成。カレーを食しますか。どっちか行こう。こっちか行こう。県。あ、トイレある。駅前トイレあるんですね。ここね、地下鉄もあるんですよ。東洋勝田台。ただ僕的にはまあちょっと今の映像的にはまだ分かんないですけど、とりあえずまあ配信できることは分かったので、ちゃんと、あとねこの状態と音楽もつけられるんですけど、ちょっと音楽はしばらくは様子見させてくださいちょっとここで変えましょうか、せっかく来たから。そうそうそう、でこれ歪みを今切って水平補正してるんですけど、まあ、こういう風に超高、これ今手ブレ補正オフにして超広角っていうのはこうなります。ここまで映っちゃうんですよ。こういう風にこうやってやるとめっちゃ映る。だからこれを多分こっちに向けると僕の歪みがバックスで映る。こんな風に。はい、うん、歪みはやっぱりどうしてもね出ちゃいますよね。で今何やるかっていうと、さあノイズ今3に変える。3はこいつを使います。ネックマウント。これを、これこうして、これ京都でも使ったやつね。普段使ってるやつ。こうして、今日ヘルメットしてないんですけど、こうして、こうして、よいしょ。こうして、ほんで、こいつ、カメラ。よいしょ。これを、して、でここに行こう、はい、これで電源オン。首は、はい、でここに今このオズモアクション5に刺さってるケーブルをここに挿してあげればこれに切り替わります。なので今こっちに変えます。帰りこっちに行きましょうか、いつも通りの。よいしょ、これを今つけてるんで、ここのちょっとごめんなさい、ケーブル抜きますね。おうおう、ケーブル抜きます。じゃあちょっと映像切れちゃうけど、よろしく。撮れます。バッチリです。ちょっと待ってね。今ケーブル外すために四苦八苦してます。じゃあ映像だけ切れますよ。音は途切れないんで安心してください。よいしょ、切れます。
今多分映像がないと思うんですけど、よいしょ、よし入った。どうですかね、切り替わった？何かイケメンが映ってる。うん、どうかな、変わった？で、これが今使ってたアクション5です。こういう風に切り替わった。うん、で、こう輪ゴムで止めてたの、これがね、パカ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 鳴るから輪ゴムで止めてました。よいしょ。このケージは最初からついてきます。このお風呂に入るかシャワーにするか迷ってます。マジで？お風呂がいいと思いますよ、寒いから。で、こういう風に映ってる。画面こっちも映る、こっちも映る。はい、こういう風に。やっぱ綺麗やな。いや、こっちの方が綺麗ですよ、絶対。電源オフ。はい、ふわーって消えるんですよね。有機EL ディスプレイ。こういう感じ。で、これがあのアダプターで、ここを引っこ抜くと取れるんですよ、ポコって。GoPro タイプのアダプターにすることもできるし、のネジタイプにすることもできます。外せるんですけど、怖くて外せなかった。うん、これ OLED、 このディスプレイ、うん、まだほら買って届いて1日しか経ってないから、使い方説明書読んでないんで分かんないですまだ分かんないですよく。とりあえずなんか使ってみたくてやってみました、はい、こっちはもう大丈夫、分かるんで、うん、まあでもとりあえずはこれで、うん、昨日来た、昨日来た。はい、じゃあ行こう。ほやほやです。まだ全然何もいじってないっていうか、設定があれなんで、とりあえず配信できるだけはしました。うん、こんな感じ。あ、多分映像は圧倒的にこっちの方が綺麗だと思います。マイクとかは、あ、行き止まりじゃん。行き止まりでした。ちょっと上向けますね。もうちょっと。はい、こういう感じで。どうでしょうか。絶対こっちの綺麗だと思うんですけど、まあこんな風にできますよという。首につけてるプラス、ジンバル補正が効いてるんで全然ブレないです、うん、でも僕の中で首が重たい、とっても首が重いです、うんうん、全然違いますか、段違い、うん、あ、行き止まりだ行き止まりでした。首にねつけてブレないからね、首鍛えられます、はい、そうそう、食べアイス食べないです。ね、5 Pro は普通に5 Pro の代わりに欲しくて、普段撮るのにいいなと思って、うん、あとはみんながなんか5 Pro が5 Pro が使えない使えない言ってるから、そうそうそうですよ、使えないんだったら Y が使えるのしたると思ってこう買ってみました。うん、結構気になってる人多かったと思うんで、ちょっと人柱になってやろうと思って、うん、人柱になったるでって。だってロボさんとか発売してすぐ買って寝かしてましたもんね、ずっと1ヶ月以上次のファームウェアアップデート待ちって言ってたから、またさらに1ヶ月ぐらい寝かすことに、うん、うん、ね、カスタードですね、カスタード、ちょっと待ってね。そう、まあ、まあアクション感は別に、あと使い方いろいろできるんで、2つあればデュアルモニターじゃないですけど、デュアルカメラとかもできますんで、やっぱり便利ですよ、2つあれば。あと予備に、これが万が一壊れた時のためにも使えるし、結構ね、そろそろ1年経つんで、僕あれ入ってないんですよ、 DJ ケアケアプラン、ケアプラン入ってないんで、壊れた時の保証がないんで怖いです。うん、リアカメラってできるんで、今繋いでないけど、まあこれはいつもの映像です振動もクリア、うん、振動体つけてるから揺れないですからね、ガシガシ使ってるからな、そうそうそう、オズモポケットは壊れやすいの、壊れない、あ、ごめんなさい、ポケットね、アクションは壊れにくいけど、オズモポケットはぶつけたら終わりですね。物理的な手ぶれ補正 なんでジンバルが内蔵されてるんですよ、モーターが入ってて、ヤジロベみたいなモーターが入ってるんですけど、そのモーターがぶつけるといかれやすい、振動でもいかれる。本来は手に持って使うのを想定しているので、そのアクションカムみたいな使い方をするんだったらアクションカム買ってねっていうのが DJI の方の公式アナウンスで、
だけどやっぱり画質がいいからこっちの方使いたくなっちゃうじゃないですか、オズモポケットの方が。うん、雨に濡れてもダメ。そうそう、スタビとかを、スマホのスタビとか使ってる人だったらお分かりになると思うんですけど、同じです。壊れます、いつかはいつかは壊れます。その時に保証入ってるか入ってないかで結構額がね、結構額がいきますで、アクションカム作りシンプルなんで、ぶつけても落っことしても水の中入れても大丈夫、ケーブル刺さってなければ繋げてなければ頑丈にできてます。そういう点では安心感ある。ただ映像の画質とかはやっぱりこっちと比べると、うん、ありがとうございます。ね、綺麗ですよね。だから多分ね、昼間だとねあんまり違いないと思うんですよ。あと設定次第かな。これはね ISO 6400までしか上げられないんで、オズマクションの方が4倍上げられます。 ISO 25600 だったかな、うん、ISO 感度。なので昼間の映像のチェックをあとできれば面白いかなと、うん、あとはもう一個、色がおかしくなるトラブルがオズモアクション5でも起きるのか。 DJI には公式の方には伝えたんですけど、色がおかしくなるっていうのは。ただこれも起きるかどうかのチェックをちょっとしてみたいですね、うん、8ビットカラーみたいになるやつ、うん、寒い。今14度。音楽が好きな2人、雑談が好きな1人が来訪しました。なので外配信っていう、まあ自転車配信ですけど、暖房はね、つけたりしてますね。まだあれ、ガスストーブは出してない。エアコンはつけた。ありがとうございます。大丈夫。これね、京成の踏切の音、これで開きますよっていう時にこの連打する音になるの、踏切が。うん、うちは灯油じゃないですね。灯油高いよ。ありますけど、いらないです。灯油高い高い。いらっしゃい。あ、本当ですか？このカン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 。そうですね。アクションカム GoPro？ あ、 GoPro じゃない、アクション5 Pro、定価5万5000の、僕は4550円割引の5万450円の、さらにポイントで、うん、薪ストーブの暖炉ないですから、家ないですから。5万円はね、安い方っすね、かなり。今ならすぐ売れば損しないぜ、うん、絶対狙ってる。ないですよ、はい、1年に1回の買い物なんで。あとクリショー僕使ってないから、クリショーでそのまま。そうですね、にゃんこが。今年のクリショーはこれでいきます。いやいや、何言ってんすか。ニコの DF ナッツだじゃないですか。 DFC か。うん、野菜が好きな1人が来訪しました。でもね、今ツアイスのレンズのキャッシュバックキャンペーンやってるじゃないですか。ちょっと気になる。40ミリ欲しい。でもね、11月20日にソニーのレンズが新発表があって、28-70 の F2 っていうズームレンズがね出るのがめっちゃ気になる。24-70 を下取りに出して交換したい。はい、ミスターいらっしゃい。配信お疲れ様でございました。今日ね、これ5 Pro じゃないですよ、ミスターこれはオズモポケットです。アクションはしまいました、はい、初期の方を見ていただければ。ずっとやってます、うん、いや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 、
ちょっとでもあのファームウェアの問題があるから万人、うん、万人に勧められないですね。しまっちゃったんですね。しまっちゃいました。はい、あの映像を皆さんにお見せできたからみんな綺麗な方がいいって言うんでこっちにしました。今あのポケットの中でカバンの中入ってます。これはあのあっち、うん、ポケット3。いや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 、悪い子はいねえが。そうですよ、空虚さんはクリショーで、もうあれですよ、あの iPhone ですよ、 iPhone。でもね、マジで配信だったらね、今 iPhone 買うよりこっち、あのアクションカムじゃなくてオズモポケットとか買った方がいいっすよ、ちゃんと接続できる人だったら。うん、 iPhone のカメラにこだわる必要はないと思いますね。それはもうね、見てますよ今きっと。このタイトルに引かれて見てますよね、空虚さん。見てますよ。ポケット高くなっちゃいましたね。うん、自転車配信だったら5 Pro の方がいいと思うんですけど、もらってないですよ。案件あったら書かないと、タイトルに。そうそう、昔のパソコン配信を思い出すんですよ、このやり方の方が。まあ、僕の場合ちょっと今もっと複雑怪奇なつなぎ方してますけど、でもそれでもやっぱり、うん、楽しいですよ。あとああいう風にあのアクションカメラ飛ばせるのいいですよね、今の前のお兄ちゃんみたいに。カメラワークじゃないけど首につけてるからあんまり激しい動きができなくて、うん、あとはその手ぶら補正を一番強力にするのか弱くするのかでも変わるし、僕は、まあ、ちょっと今日見てみないと分かんないけど、動画に関しては、あの録画の方ね、録画に関しては僕はファームウェアのアップデートでそんなに変わんない気はしますけどね。夜間の暗所性能もぶっちぎりで5の方がいいですけど、4より。いやいやいや、新しい iPhone SE どうでしょうね、来年の頭とか。うん、まだです、来ないです。うん、私ロードモバイル、ロードモバイルあったり、うん、センサーサイズ変わってないですけど、センサーとあのアルゴリズムが変わりました。同じ大きさのセンサーの最新型のやつを積んでますね。うん、それは初見さんや AI の機能が入ってますね。アンゴロさん、うん、あの健在ですよ、ご健在でお元気ですよ。うん、うん、ただ手持ちでもめちゃくちゃ綺麗に撮れるからすごい。古いのどうなんだろう。あとね、ちょっとやっぱりあのちゃんとあの撮り方を覚えとかないと、例えばあのこういう時はこの設定にするとかをやらないと綺麗に撮れないかも。あ、いや、あの撮り方によりますよ。昼間とかしか使わないんだったら4でもいいと思いますけど、夜とかオールマイティに使ったりするんだったら5の方がいいと思いますね、動画はね。うん、あのスローモーションとかタイムラプスとかも使ったりとかする人でしたら夜は5ですね。それはもう間違いない、間違いない。感度がもう全然違いすぎる。うん、いや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 、でもこっちのカメラの方がおすすめ。こっちの方がね、あの徒歩とかでやるのは絶対綺麗、うん、誰が見ても綺麗。うん、インスタ360は重たいけど、自撮りとかはいいけど、そう、怖いそう。そこで DJI ケアですね。うん、まあ、考え方によっちゃ1年使って売り飛ばすっていうのを頭に決めてやるという手もある。うん、オズモポケットメイクするか知らんけど、うん、まだかな。1年使って、もう売る前提で、で、DJI ケア1年入っておいて、で、来年、売ったお金で新しいの買うって手もある。そうすればかなり安く抑えられますね。ずっと使おうとすると損しちゃうから、1年使って売る気でやるんだったら多分その方が安上がりかな。そしたら壊れても3回までいけるから、無料で壊れても無料で交換ですね、 DJI ケア入ってると。うん、そうそう、
多分僕ちょうど発売してから3ヶ月して買ったんですけど、去年の12月買ったんですけど、今売っても多分ほぼ同じぐらい値段で売れますね。ほぼ同じだから、そんなに損しない。多分メルカリとかで DJ ケアに入ってれば、壊れたら新品になって帰ってくるんで、一旦バッテリー交換という形で修理に出すっていう体で出して新品にしてもらったやつ、そのままメルカリに流せば多分定価の1割ぐらい引いて出せば、新品で保証付きってだったら多分すぐ売れますよ。なるほど、うん、そういうのもある、そういう方もある。そしたら1年間無料で使えるみたいな感じになるんで。いやそんなことないです、うん、やり方次第ですよ。ずっと使うとするとね、やっぱりほらどんどん損しちゃうけど、多分来年の今ぐらいには新しいの出るんじゃないですか、 DJ のオズモポケット3の方が、うん、配信で使うのか動画を撮ったりするので使うのかでも変わるだろうし、ね、そうですね、 iPhone と似たような感じですね。うん、動作チェックしました。そうです、試しました、いろいろ。うん、そうです、ヤオシンパニコスですか。うん、よいしょ。まあでもとりあえず僕の場合は通信トラブルとかそういったものは大丈夫なはずなので、多分今日もなんかプチプチとかもないはず。映像の格付きはまあ仕様なんであれですけど、うん、よいしょ、問題ないんじゃないかなと。車載とか車の車載だったらオズモポケット4、あれ3いいか、あ5いいかもしれないですね、うん、ウェブカメラでそのまま使えるし、 PC OBS にね接続した分には動きました、音も出ました。うんですね、ごめんなさい上向いてないね、はい、ポケット3もいいけど、うん、あそれはねネックマウントにしてるからですね、首につけてるとブレネス。ただロードとかの場合だと前傾姿勢じゃないですか、すごいで前傾姿勢だと首につけると結構きつい気がする。 これぐらいですもんね、大体こういう風に、これほらこれフラットバーだから、フラットバー結構アップライトな姿勢なんで、ロードと比べると。もっと低いか、うん、そしたら多分プンラーンってなっちゃう気がする、首が周りがネックストラップで。チェストマウントも多分厳しいと思う、ね、多分固定する方法もあるんですけど、首周りでもう一本のケーブルで押さえるの、確か肩周りからなんかで。ただちょっとめんどくさいかも、そのこのオズモポケット3のモードがいろいろあるんですけど、 FPV モードとか水平維持だけのやつとか、それがね使えないんですよ、ウェブカメラモードにすると本来使えるはずの機能が使えなくなって、それがね結構不便なんですよ。水平モードだけとかにしてほしいんですけどできなくて、うん、だから気がつかないと画面がずっと下向きとかもあります。結構ねそれがちょっとめんどくさいですね。そしてイチョウの木がもうかなり色づいております。はい、見える、イチョウが。多いですね、そうそう。だから自宅サーバー立ててやる場合だと、やっぱりド安定はゼップさんと同じように AS300 使うのが一番安定しますね。もうあれがもう難しいですね。徒歩だったらいいんですよ、徒歩だったら。歩きだったらもう全く問題ないんですけど、ロードバイクとかになってくるとやっぱりアクションカムの方が気使わなくていいんで楽なんですよね。配信されてる方ならお分かりになると思うんですけど、長時間やってるとその細かい気遣いが疲れてくるんですよね、だん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 、その細かい部分の、ね、精神を、ね、こう蝕んでくるというかね、だんだんね産地がね上昇していくっていうね、はい、ソウルジェムが濁ってくるんですよ、だん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 疲労感がね、ソウルジェムが濁ってきて最後魔女になっちゃうぐらいね、だん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 ゲージがね溜まって、そうなんです、そうなんですよ、それもあります、うん、ブレないように気使ったりとかして、
だからアクションカムだとそういう心配がいらなくなるんで、ボン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 飛ばせるし、振動だろうがなんだろうがもう、そう。やめてください。なんでまあ多分東京とかでなんかダラ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 こうママチャリとかで夜の徘徊とかしてたらこっちのオズモポケットが最高だと思います。うん、何言ってんすか、そんなことないですよ、楽しいですよこれはこれで。そうですね、ヒャッハーで行きますね。そのほらカメラワークをあんま気にしなくていいんで、こ超広角で広がって映ってれば、うん、あじゃ あ, もうちょっと行ったらまたカメラ戻しますよ、オズモアクションに。肩パッドつけで一応ここにつけるやつもありますけどね、腕につけるやつ。うん、もうちょっと試してね、別に切り替えるの全然めんどくさくないんで。はい、それは雑誌の方な。うん、ね、梅津さん86歳でしたね。吉祥寺のお家がね話題になって、僕は梅津先生の和夫ちゃんが、和夫ちゃんだっけ、あれ有名、和夫ちゃんじゃないや、なんだっけ、グワシのあのキャラがなんだっけ、たわしじゃなくてイクラじゃなくて、うん、しましま、うん、じゃなくて漂流教室のイメージが強くて、うん、あれ漂流教室コミック版、マコトちゃん、マコトちゃん、うん、マコトちゃん、マコトちゃん、マコトちゃんよりも漂流教室のイメージが強いんですよ僕、すっごく。ドラマ版じゃなくてコミック版の方の、あれ結構衝撃受けましたね。なるほど、うん、細かったもんな梅津先生、うん、ね、今頃しょこたん泣いてんじゃねえかな。そう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 、そう、ドラマ版は全然だって小学生じゃないしね主人公たち、あれは結構衝撃だったな。そう、うん、あれはねすごかった、絵柄の割に内容真面目なんですよねめちゃめちゃ。今坂登ってます。ですかね。そうですね。先生かなんかだと用務員の人とかがなんか怪物に襲われたりとかするとことか。うん、よいしょ。はいよ、しばちゃんいらっしゃい。今日はね入れてないです。もうテストなんで全然。あ、本当ですか、吉祥寺で。はい、ルーさんいらっしゃい。今坂登っててちょっときついな、今峠道みたいなとこ走ってます。もうちょっとで落ち、いやいやいや、心霊じゃないんですね。うん、峠道みたいなとこ、峠っていうか切り通しのとこ走ってるからですね、暗いんですよ。うん、うん、これ高いよ、ポーポーポー、うん、はい、はい、1時間ちょい、うん、シャドウ危ないよ、シャドウ許してよ、許してくださいよ。後悔はね、今買うとまだフル機能を使えないからちょっときついかも。4の方がいいかも、今もうどうしても欲しいんだったら。でも長い分で見たら5を僕は押します。はい、またお願い。これね、今オズモポケ2に変えてる、もっと明るいよ、そこでやりましょうか。あー、やっぱり浜寿司の先がガソリンスタンドなんで、そこ明るいんで、そこでやりましょう。ここ暗いんで、ここ怖かったっすね。まあ進化はしてますよ、やっぱり1年経ってるし、うん、古い方がいいってことはまずないですよ、うん、
進化は絶対してますよ。ここのスターすごいね。ね、いろんなポスターが混ざって、ちょっとね、ネックマウントで GoPro じゃないや、 GoPro って言っちゃうけど、オズモアクション5 Pro つけてたらよかったんだけど、アダプター持ってこなかったからここでやりますね。よいしょ。はい、まあ信頼性ですね。あとはでも基本的にアクションカムだからそこまで複雑なあれじゃないんで、ソフトウェアだけですよ、だいたい問題になるのは。それ以外は特に僕は特に問題ないと思いますけどね。なんかできるみたいですよ。今のところ僕の使ってるやつは4のアクセサリーを使ってますね。1個だけしか買ってないけど、うん、まあね、外国産あるあるなんで。 GoPro の、ソフトウェア周りのクソっぷりがもう本当にひどくて、アプリに繋がんないとかね、あれは本当ひどかった、使ってた時に。よいしょ。こっちはそういうのはないですね。はい、ソニーはね出してないですね、撤退しちゃった。あー、フライングさんですね。大丈夫ですよ、名前出しても。あれはね、そんなことないですよ。無線配信はできますよ。ソフトウェアの、なんだろう、ユーザーが作ってるやつだとそういうのもあるよってだけで、別に、なんだい、iOS のアプリ、モブリン使えばできます。で、ケーブルを挿すんで、じゃあちょっと今、映像こっち切り替えるんで、電源入れて。入れました。これに今 USB 挿しますね。これのこっちのケーブル抜いて。ちょっと待ってね。映像消えますよ。はい。切り替わりました。うん。あ、本当ですか？そうそう。蓋がね、カタ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 音するから今変えました。これで今繋がってる？あ、繋がってないか。よいしょ。ちょっと待ってね。よいしょ。まだですね。タイプ C で繋ぐんです。タイプ C で USB カメラのアプリ、無線で繋ぎます。ちょっと待ってね。来た来た。オッケー。ちょっと待ってね。よいしょ。うん。よいしょ、オッケー。はい。で、設定がね、全然ないんですよ。今、超広角の手ブレ補正オフにしてます。で、手ブレ補正をオンにするとこんな感じ。これ手ブレ補正、普通のやつ、強力ではない、普通の手ブレ補正で、ちょっと強力なやつがこれ、画角がね切られちゃうんですよ。でさらに強力なやつがこれが強力で、もっと強力なのはこれ。はい、かなりクロップされます。一番強烈なやつにしますね。僕的には一番広いのがいいんですけど、まあ夜だし、あんまり揺れると皆さん酔っちゃうから、とりあえずこれで。で、今、ISO 感度はデフォルトの、映像は何もいじってないんですけど、ISO 感度をちょっと下げますね。オズモポケツイと同じにするなら、これぐらい。これぐらい。これ、オズモポケツイと一緒。6400。明るくすると、こんな感じ。まあ、6400にしときましょうか。あ、いいか。上げとくか。25600で。うん。これが今、一番最大の、感度、ISO感度、これにすると明るく映るけどガビガビになります。どこぞののおちさんが言ってた、なんとかバランシング、うん、水平を維持してくれるやつ。
45度の角度まで水平を維持してくれるって。うん、暗い方がね自然です。肉眼よりまだ明るいんですけど、ノイズが減るんで。ただ今はあれですよ、暗いとこ行ったら明るくなっちゃいますよ。じゃあ行きます。よいしょ。これはアクションがオズモポケットです。 RTMP の配信とかも単体でなんかトラブル起きてできないんで、僕のやつ多分調べたらフォーラムでもやっぱりそのトラブルの起きてる人、現象起きてる人が上がってましたね。 Wi-Fi の無線チャンネルの問題じゃねえかと言ってたけど、うん、実際もっと暗いですけどね。これでも明るく映ってますね、かなり。じゃあ行きます。あー、ちょっと待って、ちょっと個人的に辛い。うん、 RTMP はちょっとねきついっすよね。よし、ドラム入れてない、今日は。いらっしゃい。テストなんでつけてないっす。ヒギ白線の上走行はい、白線ないです、はい、これ今一番手ブレ補正強力にしてるホライゾンスタディってやつで、水平を保ちながら手ブレ補正を効かせるモード、全部で4モードあります。あ、5つか、5モードあります。うん、手ぶら補正、手ぶら補正、手ぶらはない、手ぶれで、ハンドルにつけてるんで首が楽なんですけど、首にもオズモポケットついてるから結局変わんなくて重たいです、うん、しまいたい首の方は、はあ、よいしょ。昼間だったら多分もっと手ぶれ補正が効くと思います。まあ、自転車足やね、荷物とにかくシンプルな方がいいっすよ。あとはそのはジャンル、同じ聞いてますね。そうそう、首じゃねえっすよ。ほら、でもハンドルについてるんで、ロードバイク、クロスバイク、ママチャリ、ミニベロで全然配信スタイル変わりますからね。それと行く場所、今日はドラゴンナイス、そう硬い、そうなんですよ。ヒルクライムするのは絶対に邪魔。リュックサック背負ってたらもう辛い。いつも背負ってますけどマジできつい。これ川越往復結構効きましたよ川越ついて180キロチャリで走って、川越ついて川越で20キロぐらい歩いてましたからね、ずっと重たい荷物をずっと。20キロ言い過ぎか、15キロぐらいだ。うん、そうそう、普段の行いがいや、180キロ走るのは別にきつくないんですけど、その徒歩15キロがきついって。徒歩15キロ、重たい荷物背負ってそう、配信機材背負って川越の街を歩いてあれはね、答えた自転車乗ってるだけだったらまだはい痩せないっすね。疲れてましたね、うん、そうなんですよ。いや、だって面白いじゃない、川越さ。うん、川越大好きな街ですから。桜が叶わないね、川越の町。よいしょ。本当ね、切り上げて帰ってればね。
そうですね、まあ久しぶりにちょっとこうやって、でもうちょっとこう、そうですね、4時間以上いましたね、6時間くらいいましたね、ずっと歩いてましたね、ほぼ休憩なしで。あ、そう、あとね、ブリヂストンのね、エンジン鍛えないとね、高尾山か。RS8 売りであったんですよ、中古で、アンカーの。リムブレーキなんですけど、フルデュラエースのコンポついてて、ホイールもデュラで、これいいなぁと思いながら見てました。中古でね、24万ぐらいだった。フレームがちょっとちっちゃいから多分安かったと思うんですけど、2020年式だったかな。あ、本当ですか、2020年式。まだ上げてないっす。24時間ぐらい、20時間ぐらい配信してるからね、あのまだ編集中です。YouTube には今日の方が先に上がるかも。テストしたこのやつの方が。多分気になってる方多いと思うんで、アクション5 Pro の方が。うん。あの必ずアップしますんで、川越のやつは。はい。動画のアーカイブはあります。あの保存してあります。なるほど。あのね、しかもね、マジョーラカラーだったんですよ。すごい好きな僕の日本ペイントさんのマジョーラカラーでいいなーっていう。いや、それやっぱそれで行くべきかな。リムブレーキでも全然いいんでね、そっちの方がいい。そっちの方が自分にぴったりじゃないですか、耐久性ってんの。うん、はいよ。マジでダサいよ。なんだなんだ、なんかあった。今ね、カメラをね、またアクション5に戻しました。道がいいわ。どうでしょうか。これはね、ハンドルにカメラくっつけてます。昔はウェブカメラでね、ノートパソコンを背中に背負ってやってたんですけど、今じゃスマホとこれだからな。橋健さんはツイキャス行きました。今ツイキャスでメインでやってらっしゃいますよ。ニコ生はもうやめちゃったかな。うん、アクションカメラ、オズモアクション5プロってやつです。そうですね、ライト LED です。はい、うん、 LED ライト2本つけてます。リアもついてます。マジで、うん、懐かしい名前が。よいしょよいしょ。結構ね、広いっすね。うん、ハイビームじゃないっすよこれ。上はね、ほら見て見て、全然上は明るくならないなってる。暴言ミラーみたいな、暴言ライトになってるから、うん、あ、感度が高いからですね、あのカメラの。実際そんな明るくない。 ISO 感度がめっちゃ上がってるから、うん、大丈夫。上は眩しくなってる。なんかね、どうにもできねえ。クリアも暑いんだ。あ、気になるな。めっちゃピカピカでしたよ、東京駅か。でもね、昼間の映像を見てみないと何とも言えないんですよ。なんかね、やっぱね、色が淡いんですよ。右行かないですよ、遠くなるじゃないですか。それフラワーボンさんちじゃん。右行ったら、うん、あ、そうだ、ちょっと待ってね、中入るか。マイク動くかな。DJI の、本体のマイクにちょっと切り替えてみたいな。あ、いてててて。なんか入りますね。ね、うるさいからね。あの、おまわりさん怖いし。あ、いいんだよな、B で。あ来た。これどうすか。こっちだ。ちょっとマイク切ります。これがね、DJI の本体のマイクです。本体マイク。日本一周してないです。これ今本体のマイク。ちょっと音でかくない？音割れてるよ。音楽が好きな一人が来訪しました、うん。声が大きくなった。そう、本体のマイクのが。大きくなった。うん。なんか大きくなった。ほら、音が赤いゲージまでいってる。
多分ね動いてないから、本体の本体内蔵マイクでって思うじゃん、思うじゃん本体で、うん、ふわー、いいでしょ。いや分かりますよ、なぜこれにしないか。振動を拾うんですよ。クリアになったけど車の音も大きくなってわらわら。あと振動、そう、あと振動されてるんでしょうけど、この性能なら十分ですわね。あ、風が吹いたらまだわからん。あとこの振動、カタカタって音が、カタカタ言ってる、カタカタ言ってる。いやしょうがないです、あの自転車のハンドルにつけるってことは振動をもろに拾うんで、この微振動の音を全部拾っちゃうんですよマイクが。なんであのプロ用のボーカルマイクとかが空中に浮いてるかっていうのはそういうことです。スタジオとかのマイクってチューブラリンで上からぶら下げてるじゃないですか、マイクが。あれは振動拾わないようにするため、うん、で風切り音とかも多分あの辺までもきやります。徒歩だとこの手でタッチした時の音が拾う、この、うん、そう。だからあの本体のマイクを僕が iPhone とかそのAndroid とかでも絶対使わないでほしいっていうのはそれなんですよ、自転車にくくりつけるときは。なるほど。振動をもろに拾っちゃうんで不快な音になっちゃうんですよね、ずーっと聞いてると。心地いい場合もあるんですけど、外部マイクをつければそれ心配が一気になくなるんで。気になりマイクを買おうってことですね。そういうことです。ほぼ行かないんですか。ほぼ行かないです、もう閉まっちゃう。あ、シャドウ出たかったな、シャドウ出るか。ちょっと待ってね、降りますね、ここから七井戸公園の下でござる。よいしょよいしょ。こういう風に細かいいろんな音をね、結構クリアにはなるんですけどね。はい。あとフリッカーが。そうです。首につければならないよ。いらない。本体でいける。いいえ、とんでもないです。じゃあ前と切り替えるよ。あ、もうちょっと頑張っていい？風切り音入るか試してみますね。はい、どうぞお先にお休みください。またミスさんよろしくお願いします。遊びに行かせていただきます。寝る人お休みなさい。はい、ミスター圭一さんです。最近期待の新人自転車愛心。ちょっと風切り音だけ試させてください。どれぐらい入るか。今大丈夫？うん、DJ マイクと死んじゃうよ。風切り音大丈夫っぽいですね。あ、加速します。音設定ないからいじれないんですよ。聞けますか。でもこれ時速十何だキロぐらいだから30キロとか出したらちょっとやばそうですね、音が。あ、気にならないですか。なるほど。じゃあこの後ですね、どんぐらい音するか速度上げてみます。下りなんで多分30以上は出るはずなんで、もっと出るか。飛ばなくても、うん、優秀ですね。これで25キロ、今漕いでないです。結構風は吹いてますよ。これで今27キロぐらい。ここから下りなんでどんどん上がってきます。ロードノイズです、タイヤの音。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇を走り抜ける音です。今時速30です。問題ない。お、素晴らしい。今時速35です。35キロ。はい、これで今時速37です。時速37キロ。暗闇を駆け抜けてます。チープなスリルじゃないけど試してます。テイクオフはできないです、下りなんで。ありがとうございます。はーい、いや、それ危ないです。まあでも内蔵マイクでも意外にあの聞けないもんなんですね、振動を拾ってても。じゃあ、 あのマイク切り替えますね。あれ、これ触んなくても多分スイッチで手探りにいけるはずなんで、
どこだったの？そうですね。スイッチどこかな。今手探りで勘で探してるんですけど、スイッチ見つかんない。どこだ？これがそれで、こっちで。あ、あったあった、これか。これをオンにして、これオフ。はい。これどうですかね。あ、あ、いい感じ？どうでしょうね。今はマイク、有線マイクに変えましたけど、音こもるけど、風切り音は聞こえなくなる。うん。これは有線マイクです。これは風切り音多分ほぼ聞こえないです。こもるけど。はい。いえいえ、とんでもないです。12.9 度、今気温。これがいつもじゃないけど、使ってたマイク。有線の方です。多分、僕だったら、うん、DJ マイクあるからそれ使ってもいいんですけど、電池切れしちゃうからこっちの方が楽です。ああ、確かに音って結構大事なんですよ。うんうんうん。ここはね、多分雪降るのみたいな、ここのこの部分が当たってるんだと思う。こうこういう風に、こういう風に当たらないようにすれば。そうですね。なので、まあ、使い方次第かな、その辺は。絹ずれの音か。うん、絹ずれの音ですね。襟につけてるんで、マイク今。いや、他の人に多分アドバイスできると思いますよ。うん、結構皆さん苦しんでましたからね、見てて。まあ、これ、ノウハウ全部、僕のノートパソコン時代のノウハウなんですけどね。ノートパソコンで配信した頃の。あー、確かに。確かにね、うん、まあ、風がね吹いてる方が臨場感ありますよね、すごい。おや、パトカーがいるぞ。あー、でも今年多分年末とか飲酒検問とかやるのかな、自転車で。うん、そう、警戒中。うん、いや、もしれないです。なんか止まってるっぽいよ、あそこで。絶対これ年末とか飲酒券もありますよね、自転車とかもね。過酷っすよ、いつもそうですよ。いつも結構強烈ですよ。あ、違った、救急車だ。パトカーじゃなかった、救急車聞こえてきた。うん、そうですな。今さっき通ってきたとこよ、あのこのオズマクションに変えたところ、病院ね。え、そうだよね。うん、ドップラー効果。ながら運転が厳罰化されて、手でスマホ持って乗ったりするのダメっていうね、見ながらとか。ハンドルに固定とかだったら、3秒ルールじゃないけど3秒見てたらダメらしいんですけど、現場もやっぱり分かってない人がいるから全部取締りでなんか捕まってるとかなんとかって聞きましたけどね。うん、まあ、さくらそもそも警察いないからあれですけど、都心は結構取締りすごいですよ。飲酒のあれが今一番うるさいんじゃないかな。もう全国で結構摘発されてて、かわいそうにね、見せしめに20歳ぐらいの女の子とか捕まってて、罰金刑だから20万ぐらいか。うん、しょうがないですね。うん、ダメですね、赤切符ですね。20万ぐらいかな、酒飲んで自転車っていうのは。他にも捕まってましたよ、高松の方とか熊本の方でも。うん、そうですね。でも多分渋谷とか新宿とかあの辺で取り締まったら、多分一晩で、うん、前科つきます。一晩で何百万も上がり出そうですね。飲酒検問やったら自転車の。うん、
ね、稼げると思います。あと一時停止違反も、踏切一時停止とかも稼げると思います、自転車の、うん、未成年は確かあの罰金なかった気がするけど、そうですね、ものすごいブーブー不満でそうですけど、高校生とか捕まえて、うん、よし、よいしょ、あ、ごめんなさい、ぶつけちゃった。アイスクリーム食べてなかったらスタバって言いたかったんですけど、もうアイス食べちゃったから、ローソンで終わります。最後に、もう一回接続方法を皆さんにお見せして終わります。え、やってますよ、11時まで、うん、そう、貧乏には自転車に乗んなってもらう、インフラじゃないライフラインだからね、自転車は。ほら、やってる。さすがに自転車も乗れなくしちゃったら、車乗れない人とかが自転車乗ってたらもう終わりですよ、生活できなくなる、うん、ね、え、いや、歩けっていうの分かるんですけど、買い物とかがめっちゃ不便になりますよ、そうなると。少なくても不動産業界とかも大ダメージ、駅から20分とか離れたところは住めなくなる、スーパーまで15分とか20分は。徒歩で、雨の日とか徒歩でスーパーに買い物行かなきゃいけない人も多いけど、うん、だってそしたら原付とかだってダメじゃないですか、もう。そう、だからこれからですよ、うん、これから、そうそう、これからですよ。だから交通ルールをもっとしっかり教えなきゃいけないんですよ、免許持ってない人たちのために。免許持ってる人はほら言い逃れできないけど、免許持ってない人は教えてもらってないですからね、誰からも。特に子供とかね、小学生に一時停止守れとか言っても、皆さんだって守ってなかったでしょ、小学校の時。そんなに誰もいないとこでね、え、飲酒とかはさすがにダメだけど、未成年、そう、全部対象ですからね、小学生、中学生、高校生も。恐ろしい話やで。で、そうかと思ってる間に、はい、外国人の、そうですよ、外国人の電動バイクは取り締まらないんですよ、ね、クルド人のあれとかもそうですけど、日月東京行った時なんて、もう電動バイク天国でしたよ。なんかアラブ系の兄ちゃんのウーバーみたいな人が電動バイクでブイーンって逆走してって、おー楽そうだなと思いながら、そう、あれは取り締まらないで、ね、高校生とかそういうの取り締まるって、うん、そう、無意識に違反してると思いますね。違反ってことも分かってないのかも。本当ですよ、本当だよ、マリオカートこそ邪魔じゃねえかっていうね、車からすればめっちゃ邪魔ですよね。怒られちゃうけど、邪魔とか言ったら、うん、ね、いやでもね、本当に笑い話じゃないですけど、あんまりヘイトためすぎると移民排斥運動起きちゃう、うん、イギリスとかヨーロッパのね、欧州諸国みたいになっちゃうよ、うん、本当だよ、ね、だって僕だってあんま言いたくないですけど、ね、おかち町で蕎麦屋入ったんですよ。で、蕎麦屋入ったらね、たぶんあれフランス、マジか、ちょっと聞いてくださいよ。蕎麦屋入ってね、立ち食い蕎麦の店でね、入って蕎麦頼んだんですよ、かけ蕎麦を、寒いかなと思って。そしたらね、先に外国人の観光客の親子連れがいたんですよ。女の子、小学生かな、小学生の女の子2人と、おう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 、いて歩きます。で、お父さんとお母さんがいて、で、席、カウンター席座ってたんですよ、4人で。で、何食べるのかなって見てみたら、ビールですよ、缶ビール2本頼んで、グラス置いて飲んでるだけなんですよ。まあ、もしかしたらラーメン食べ、あ、じゃない、そば食べ終わったのかもしれないけど。で、横にいたおじちゃんがね、そばすすってたんですよ、ずーずーずー、たぬきそばかなんかを。そしたらそれ見て、なんかバカにしたような笑みで笑ってるんですよ、音立ててるから、ずーずー、すんげえムカつくと思って、それ見て。そう、フランス人のね、多分ほら音立て食べないじゃない、向こうの人って、うん、
それでおめえら外国で日本来て日本の文化守んないでバカにした顔で ねビール2本で、ね、何十分も粘ったら邪魔なんだよと思って、そうフランス人ですよ、なんかフランス語で何か言ってたから小バカにした顔して、あ多分絶対バカにしてんなと思って、うん、そんなのありました。はい、本当だよ、うん、あれはねちょっと腹立った。そんな雰囲気でした。はい。ぶつけてないです。僕そんなことしないです。あのちょっと先約でバイクで止められてるからどうしよう。あ、じゃあローソンじゃなくてセブンイレブン行こうか。うん。セブン行こう。はい。じゃあバイク止まってる。あのハードラックとダンスっちまったタイプの。うん。そうそう。うん。あのハードラックとダンスっちまった系の人がいたんで、はい、平日だからね、うん、その上位、はい、そうですね、うん、だから飲まないから酒今日、うん、それもあって、まあ、ちょっとね嫌な思いをしたっていうね、観光客入れるのは多いけどオーバーツーリズムすぎて、だ京都とかマジやばそうですよ、大阪とか京都。東京ですらすごいのに浅草とかも言いたかっただけです、はい、その通りです、うん、そうですね、いやいや違うね、あのカウルのすごいバイクがいたから、いやヤンシャのバイクが3台めっちゃちっちゃいよ、そう八坂神社とか、うん、ね、日本今ほら結構話題になってるじゃないですか、地下鉄でさ、ね、なんか黒人の人がダンスしたりとか、ジョニー・ソマリがね、あの迷惑 YouTuber のソマリが韓国でね暴れてぶん殴られてね、そうああいうの見るともうほんとそういうの来ないでくれって思う、うん、いやね別に外国人差別するつもりは全くないけど、日本とかに害を与える外国人は本当に来なくていいと思う、うん、ねえ、なんかなったらしいですね、ねえ、それが僕は言いたくないけど白人文化なんですよ、白人の文化はそれですからね、まず宗教な、キリスト教を布教させて自国の言葉を奪う、あのその母国その人国の言葉を奪うっていうね、文化と言葉を、そうアフリカにやったようにね、白人の人たちがそう証明してる、そう普段韓国嫌いって言ってる人もあの韓国人がぶん殴ったっていうのを見てよくやったってみんな褒めてましたもんね、うん、そうまず最初に文化を奪うんすよ、で言葉を奪うんすよ、だから日本は英語通じないって文句言ってるんですよ、あの白人の人たちは、日本は英語が通じないって言って、うん、そう中国だってね、あのやれてますからね、アヘン戦争の時代にね、アヘンばらまかれてね、イギリスに、マジでイギリスとかフランス極悪ですかね、ブリカスって言われる理由ですよ、イギリスが、うん、もういらないです政治家になってくださいよ、ホーキン先生、はいはい、セブンセブン、今日は明るいね、よいしょ、いい人もいっぱいいるけど、やばいのもいっぱいいるんですもん、向こうの国の人たちは。ファミマないよ、ここ。到着。はい。まずいなんて言ってない。こんな風に、めったに見れないですけど、こういう風な感じでやってます。こういう感じ。これでネックマウントにしてやってるの。今これ何もついてないですよ。ここにもケーブル刺さってて配信してるんですけど、普段は。今日はこっちのカメラ使ってるからない。で、こう、これでこういう風に外れる。これ。うん、あんまないっすね。あそこ先約いたから。これかな。ありがとうございます。ありがとうございます。そう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 。日本の明治時代のお偉いさんたちは、中国とかそういうのを見て、絶対に日本は植民地にされちゃダメだと思って頑張ってくれたんですよ。
今日はね寒かったですからね。そうなんですよ、アジアで植民地にされてないの日本とタイだけですから。マジっすか。あ、ごめんなさいごめんなさい、あの逆光になってた。ちょっと待って、反対側行く、反対側、反対側行きます。ちょっと待って、逆光だとね多分結構厳しいかも。うん、うん、ちょっと待ってね、マイク、逆光はねやっぱり弱いっすよ。ちょっと待ってね、ケーブルが絡まってる。よいしょ、はい、ありがとうございます、その汚いコメントが助かります。よし、外れた。巡航だったら多分映るでしょ。これどうですか。はい、24時から空虚さん配信スタートという夢を見た。マジで、いや、まあでもやってくれるでしょ、年末までに1回ぐらいは。やんないかな。見やすいです、助かります。はい、これなんか見やすいと思います。僕も見やすいと思います。すいません、ありがとうございます。いつもと風景が違う。そう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 、音楽が好きな一人、散歩が好きな一人が来場しました。で、こんな風に、あ、髪の毛が大変なことになってる。こういう風に、これが配信画面、こういう風に見える。季節に1回は配信してくれるはず。うん、だよね。これで、今配信してます。紅葉が逆光で撮ると綺麗っす。うん、多分巡航だから色、かなり綺麗に映ってるんじゃないですか、色、うん、かなり 白いな、髪の毛実際白いんですけど、ここまで白くないですよ。ダイナミックレンジが無理やり広げてるから、黒いものを白く映して、白いものをより白く映るから、すごい白く見える、うん、関口博かと思った。そう、僕も思った、なんかえらい白いなと思って。こんな白くないですよ、実際。あとなんかやっぱり肌の色、顔の色とかもなんかちょっと赤み強いですね。8名様が来訪しました、うん、で真ん中来ると細くなるんですよ。そう、ほら細くなるの、広角の歪みですね。端っこ行くと超でかくなる、こういう風に。でこう、こうやってやると超顔ちっちゃくなる。すごい顔ちっちゃく見えますもんね、こうやって見ると。ほら、とオペラ歌手に似てきましたが、はい、オペラ歌手に、うん、確かに我が、そう、広角レンズの歪みです、これが、はい、オペラ歌手メラさんですか。あ、違う、あれだ、オーラの泉の方か。なのでここに今ついてました、 DJI の。今つけますね、もう一回。今映像見てるから大丈夫。普段だからこれをここにこうつけて、こういう風に、よいしょ、こうやって配信してます。こういう風に、これでこう自転車乗せたら、こういう風にここでカメラだから全然ブレないっていう。で今こっちのカメラはハンドルについてるから、ハンドルの方がこうブレるとやっぱりガタンガタンっていうのは。なのでまあこれの方がオールマイティに使えるんですけど、まあ、壊れた時のことも保険も兼ねて、これとあとはもうちょっといじって、色合いの調整とかも多少できるとは思うんですけど、ちょっとそれも気になったんでやってみたいなと思いました。車体が好きな一人が来訪しました。で、まあ、カメラはいいんですけど、最後に、繋いでる機材ですね。さすがにアクション5、そういうネックマウントにつけたら辛いか。ね、できますよ、やれますやれます。付属品でできるようなやつがついてたんで、今日持ってこなかったんですよ、忘れちゃって、使わないだろうと思って。これやってみますよ、今度。首につける方が多分ブレは少ないですけど、腕が映っちゃうかも。こういうここのつけるから、こういうのがGoPro とかのマウンテンバイクの映像みたいになっちゃうかも。こういう感じのダウンヒルの映像みたいな。でこれがね、でも角度変えられないからどうかなって。そう、角度変えられない、それはちょっときついかも。こう上下動かせないんで、そこはだから、あとこれが動くから、ロードバイクとかでもやっぱこの動きはきついかもしれない。ちょっとアクションカムはこの保存ポケ釣りだったら自由自在に首を動かせるからいいんですけど、うん、電動なんで。で、これがやってる。なるほど、ためになる。うん、いやいやいや、ブンブンブンって聞こえる？マイク変えますね、こんな感じ。こんな感じ。ローソンにいた人、やってるとこ。こっち来てる。ローソン。変わった。こっち来とるがな、あれがいたの、ローソンに。一台で頑張るね。漁師さん似てる。はい、漁師さん似たいけど天気が不安そうですね。
ほしいね。うん、そうなんですよ。かわいいっすね。ハンドルワッシャー。広くできますよ、もっと。突じゃないです。一番広くすると、これぐらい。はい、どうです？相当広いと思いますよ、これ。これだと。これ一番最長、超広角。うん。僕の手がこれぐらい。顔、こんな、顔つまめるぐらい。広いっす。はい、広い。ちょっとバイクに乗ってきた人みたいになってますけど。これぐらい広がりますよ。ほんで、これが HDMI に変換する機械で、ここに入れてます。ケーブルで、HDMI のケーブルで。これマイク。マイク、HDMI。で、こっちも HDMI させる。もう一個させる。で、今刺さってないんで、2つ映像出せないんですけど、もう1個カメラを入力すれば画面を2つに出すこともできます。 IO データが出してるやつなんですけど、 OEM らしいですね。どっか台湾かどっかのメーカーの。例えばこれを、ワイプで出したい場合、今ちょうどカメラもう1個繋いでないから出ないですけど、まあ、例えばこういうのやると右下にこっちかこっちに出て、これワイプスプリッター的な感じか。そう、いや、スプリッター自身も使いますし、ワイプも出せます。これ、まあ、カメラ繋がってないからこうやって位置もできます。ニコニコだとこんな感じで裏と表の、あ、こっちか、ここにカメラもう一個つく感じにもできます。動かせるんですよ、こういう風に。位置も大きさも変えられる、こういう風に。で、2つの映像を同時に出したい場合はこうやってやると、画面がこっちか、こっちにもう一個のカメラの映像が映ります。2つの同時に出したい場合は。なんで、例えば GoPro Hero 8、僕持ってるんですけど、 GoPro Hero 8ここに繋いであげれば、こっち側に GoPro Hero 8の映像が出せます。2つ出せます。うん、逆のバージョンもできる。ワイプで僕の画面をこう下にワイプ出すこともできる。大きさもこれで変えられるんで、こういう風に。これでひろくまさんのリアクションを映すんですね。いいね。そうです。だから iPhone ここに繋いであげれば、 iPhone とか Android 繋いであげれば、他の人の放送ミラーでワイプで出しながら放送とかもできます。できる、ワイプで。ゲーム配信もできる。ゲーム映し、これ本来ゲームで使うためのもので、今メイン画面黒くなってますけど、ここにゲームのプレステの映像とか出して、右下でワイプで僕の顔をこう映しながらゲームやったりとかができる。これで。ハードウェア的につなぐんで、OBS みたいなソフトウェアで映像を処理してるわけじゃないから、あと安定しますね。ゲーム配信できるんですね。できますね。全然できます。今もだから、例えばドラクエウォークの映像とかを出すこともできます。で、戻すと、まあ、こんな感じで、はい、こういう風にできます。で、音も両方の音入れられます。2つとも。そうか、OBS でいじるわけがないんですね。そうそう、 OBS でやる機能をハードウェアでやる機能ということです。ハードウェアのメリットは電池がいりますけど、動作が安定する。ソフトウェアに負担かけないから CPU の使用率全く上がらないんで、重くなるとかそういうのはないです。処理落ちするってことはないです。ここで全部処理やってくれてるから、映像合成とかを。これで、ただ欠点はでかくなる電池。うん。映像だけ流す感じか。そうそう、映像だけ流す感じ。なので、それはできる。でも、外でこれをあえてやる人はそんないないと思います。普通これお家で使うものなんで。こういうのは。これ自体はもう、4年ぐらい前に買ったやつかな。家用で買ったやつです。これが、この間買ったやつ。猫が好きな一人が来訪しました。アダプト、なんかわからんがすごいんですね。いや、すごくない、すごくない。家でゲーム配信とかする人が使う機材ってことです。それを外に持ってきてるだけで、これがスマホなんですけど、これで配信しているわけ。これが要するにパソコンです。パソコンにこれが今使ってるソフト OBS みたいなもんで、これでパソコンと OBS が入ってて、これでつないでる感じ。なんで引くんですか、いいじゃないですか。いつも買っちゃうのね、僕は。スマホと下着だけの外配信はもう古い、空虚さんの。そんなこと言ってない。いや、楽すんな、それがいいですよ一番。でもこっちの方が安定するんで、熱暴走ないし、分かる通り役割分担してるから熱暴走してないですもん。説明の意味はよくわからんが、うん、とにかくすごい機材だ。いやいやいや、とんでもないです。そんなことはないです。配信してる人だったら多分わかると思う。で、ちょっと映像戻すね、最後に。これ歪みがひどいんですよ、これやると。で、最後に戻します。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。それ今、コンプしたら何億円するんですか？すいません。多分、2万5千円ぐらいじゃないですか。
HMA キャプチャー。新品じゃ中古だったら1万4、5000円で買えますけど、中古でもいいと思いますよ、買うんだったら。あのメルカリで全然、その家で使うものだからそんなボロボロになることないんで、壊れないしっていう感じです。はい、 OK。 じゃあ最後にこっちかエンディング流して終わりますか。ゲーム2画面出す要素ないんで大丈夫です。そうそう、2画面出す要素はまずないです。普通のただのキャプチャーでいいと思います。ただこれを僕選んだのは充電できるから。これだと今ね電池ね案の定減ってないです。 79% あります、ちゃんと。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今ちょっとあのエンディング流します。まあもうちょっとね落ち着いたらいろいろできると思うんで、一応ね予定としては今週末、この機材を使ってちょっとまたやりたいなと思ってます。で再来週がインタービー、インタービーちょっとまだ分かんない、デザフェスで、はい、今ねあのオズマアクションを、ね、試してやってました。あとなんか忘れちゃった、予定までいろいろあったんですけど、あとそうだもう買ってた、あの忘年会をやるかやらないかを皆さんに聞こうと思ってたので、まあ、それはまた追ってやります。家で配信できたら家でもやりたいと思います。以上です、はい、とりあえず今日の配信は成功ということで。ペンギンが花火大会デートしたいって言ってなかった？いや花火大会ね雨でダメでした。土砂降りの雨で全然アウトでした。あの千葉県20ミリぐらいの土砂降りの雨降ってました。うん、そうそう、鳥の市もある。鳥の市も3の鳥かな、行くとしたら2の鳥はごめんなさい、デザフェスなんでちょっと行けないかも。オズポケとアクション5の差が分かってよかった。うん、よかったですね。まあ、ことまたやりますよ、その違いのあれも。あとはその、DJ のオズモポケットじゃなくて、オズモアクションと GoPro もやります。GoPro もできるんで、皆さんにちょっと見ていただいて、はい、お願いしたいと思います。まあ、そんな感じで、じゃあちょっとエンディング流させていただきます。すいません、いっぱいいろいろ貼ってくれたのに、あ、でも最後に1個くらいやっとくか、ゲーム。せっかくだし。じゃあ、僕の好きな酒泥棒で。これやっております。その間に貼っときます。ゴープロとゴープロの差を見せつけてけ。そうですね、おやすみなさい。はい、おやすみなさい。これだけやって終わりましょう。お疲れでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。すみません、平日の夜なんだこのエララが。はい、エンディング科学がリクエストされました。捕まるとね、音楽が流れます。このゲームだけなんか起動せずにランキングだけ出る。マジで？女が熊に後ろから帰還されるゲーム。よし、ああ捕まっちゃった捕まっちゃった、クマさん捕まっちゃった。酒泥棒。捕まっちゃった捕まっちゃった捕まったやさん捕まっちゃったバニーちゃんで捕まっちゃった、クマさんも捕まっちゃった。もうちょっとだったんだけど、一発逆転狙ったんですけどダメでした。なんだこの歌ララが、はい、あ、また捕まっちゃったくそくそ。14名様が来訪しました。犯罪者育成ゲームはなかなか難しいそろそろ新曲聴きたいよねララね、聞きたいですよね。よし、これいいよ。130ポイントでした。はい。ありがとうございます。20でした、ララが。20でした。バニーちゃんだとスピード速いからいくらでもいけますよ、点数は。フランボーさん、キバさん、抹茶さん、初見子さん、ロムロムさん、すげえ、ロムロムさん点数すげえな。おめでとうございます。はい、
南はララが。南はすごいな。パキ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 。酒泥マスターだ。パキパキパキ。はい。よし。どうやったらそうなるのかが。多分あのクマさんを無事帰還させたんだと思う。クマさんを帰還させると一番点数高いんで。はい、じゃあマイク持ってね。すいません、皆さんありがとうございました。楽しかったです。今日もこの動画はすぐアップしますね、はい、これもういけるんで。コンボ重ねてからクマ行きます。うん、なるほど、コンボ重ねてからクマ行くんだ。へえ、コンボ重ねてからクマ行くと取れるらしいですよ。うん、ありがとうございます。コンボあるんだ。コンボあるんですね、知らなかった。 OK、 じゃあこれでエンディングです。はい、またね、ぜひ次回の放送で皆さんとお会いできる日を楽しみにして、今日はセブンイレブンで牛乳買って帰ります。はい、あのオズマクション5が無事放送成功ということで、はい、ありがとうございました。今日も楽しかったです。コメントギフト報告ありがとうございました。楽しかったです。アイスクリーム美味しかったです。いい、うん、お酒かな、いいね、お酒はいいです。じゃあまたぜひ次回の放送で、まあ今度は早いんで、はい、強化対策についておとします。後ろが日産の高いやつだ。マジで本当だ。じゃあ見てみます。うん、またね。セブンでファミチキ買うんですね。